はい、はい、猫舌ショールーム5の部屋、本日のゲストはどなたですか？はい、あのリリカルコトパオです。よろしくお願いします。はい、あなたは何者ですか？2週連続であれですよ、次戦枠ですよ。私を出せっていうのが先週の椎名ちゃんもそうだったんですけど、今回のコトパオさんもね、そう、たまたま今日から東京にいるので、うん、ということで、うん、私を出してくれということで、そう、ゲストが決まってないということで、推薦、はいはい、させていただく。はい、私は、はい、普段アーというアイドルユニットで、うん、運営と楽曲制作をしてて、うん、で、まあ、普段は宝船温泉という実家の温泉旅館で若女将をさせていただいております。ですね、僕との関わりでいうとあれですね、あのアベマ TV の矢口真理さんのザナイトに、はい、吉田豪推薦枠で、あ、やっぱりあれは、うん、吉田豪推薦枠 で、 もちろんですよ。で出れたんですかね。あの僕も2回出て、うん、前村千秋さんだなんだとか連れて出たことがあったんですけど、うんうん、僕がいるときはフォローできるじゃないですか。僕いない吉田豪推薦枠の回が何とかあってあの何とか事故が起きてんですよ。え、誰で事故？メロン畑屋ゴーゴーとか鳥かごとか結構な事故が起きて事故が起きるたびに矢口真理さんが、あの吉田豪とか叫ぶっていうパターンだったんですけど、僕のサポートなしでちゃんとハマった、多分ベストにハマったのがコトパオさんだった。嬉しい、よかった。そう、多分矢口さんが興味示すようなフックがいろいろあってっていう感じですね。あ、嬉しい。だって今も結構その火曜ザナイトで、うん、あの、あ、全然もう出てないのに、うん、たまにアーの名前出してくれはるんですよ、うん、今も、うん、そう、印象的だったんだと思います。嬉しいですね、それは。やっぱり若女将というね、そのキャッチーな、うん、嬉しいです ね、 ね。だからその吉田豪枠で出し、その推薦枠でフリップ出してくれはった時も、うん、やっぱりアルファベット順で A が一番上じゃないですか、はいはいはい、だからそこから出そうかなって思って出してくれはったかなって思って、うん、あると思う。だからやっぱり先々週も矢口さんが名前出してそうで、うん、AH で、うん、ね、もちろんアルファベットも A やし、ずるいですよね、日本語で言っても A からやし、そうそうそう、っていうので、うん、まあ、A って名前でよかったなと、うん、そういう部分ではめっちゃ思いますね。思った以上になんか今まで出てなくて出るべきグループをなんとなく出しただけだったんですよ。そしたらそこから思いのほかフックアップされてやったラッキー、思いのほか呼ばれて、思いのほか事故が起きるっていう。そうだからまあね、トーク慣れてない人とか多い中で、多分仕事なら、仕事から話し慣れてる人っていう、大人が来たっていうのもあるしっていうね。なるほど、でも嬉しいですね。また出たいなと思うけど、うん、なかなか難しいですね、それは。はいはい、うん、あの時はね、まあお仕事の話とかを主にしてたんでしたっけ、うん、最初は。そう、そうですね、うん、で、2人で出演したけども、うん、スーちゃんがまずその あーというのが2人組で、相方がスーちゃんという人でというね、うこのゼロから話した。そうなんです、そうなんですよ、はい、相方もお仕事をされてるんですよね。そうなんです、相方は介護施設の管理者をしてる子なんですけども、うん、そっちが思いのか忙しくてなかなか2人が揃わないという。そうなんです。で、火曜ザナイトに至ってはなんとか2人で行ったんですけど、うん、まあ、仕事終わりで、うん、行って、うん、スーちゃんが新幹線で体調を崩してしまって、うん、寝てたよね。そうですね、もう火曜ザナイトに出れる状態じゃなくて、うん、もうちょっと戻しちゃってて、控室で倒れ、そう、倒れてて、うん、で介護者が介護必要な状態になりで、ほとんど一人で火曜ザナイトは、うん、出るってなっちゃって、もうスーちゃんが出れたのが最後の10分ぐらい、うん、せっかく東京来たんだからって感じで、そう、なんとか最後の10分で出たみたいな感じなんですけど、うん、はい、というね。あの宝船温泉というのはどういうものなんですか？どういうものなんですか？いや、ね、まあそうですね、まあ、自営業、まあ、家族でやってる、ご両親がやってて、そのせいで全然稼ぎにはなってないんですよね。あ、そうです、私は給料をほぼもらってません。年収いくらでしたっけ？一応30万なんですけども、うん、今年はまだもらってないですね、その30万。年収30万すらない。はい、今のところもらってないし、ちょっと今年もらえないかもなと思ってますね。それは旅館業が厳しいんですか？まあ厳しいです。まあ普通にファンをだいぶ巻き込んでるわけじゃないですか。はい、ファンが宿に泊まるようなシステムを作り、はい、割引みたいなの配ったり。ああ、でもね、うん、その私の生誕祭の時はさすがにちょっとはもらったんですけど、うん、ファンが普通に予約して来てくれることもあるんですけど、うん、その時はもう1円も入らないですね。バックないんだ。ないです。そういうなんかじゃらんとかだったら、うん、その紹介料みたいな、はいはい、取られるじゃないですか、うん、
ホトパオっていうのに紹介は今のところ発生してないんで、なんかね、せめてテンパーぐらいでも欲しいよね。欲しいなぁとも思いつつ。一人でも泊まれるのとか聞いてますよ。はい、平日は大丈夫です。うん、そうですね、祝前日と土日はちょっと無理なんですけど、月曜日から木曜日はお一人様でも、はい。基本料理が自慢なのと、はい、なんかバーベキュー場かなんかでしたっけ、何でしたっけ。あ、そう、キャンプ場もやってるので、キャンプもやっていただけますし、でも基本的には料理が、うん、うん、お父さんが作ってて、そうですそうです、宿自体は結構しょぼいというか、うん、そうですね、本当に ちっちゃい、うん、もう民宿みたいな宿なので、うん、その結果その料理がね、なんかお父さんがやってる関係で、はい、そういうものを予約特典にしたりとかの特色を出しているグループでもある、はい、まあそうです、そうですね、はい、主に肉を特典につけることでおなじみの、そうです、ああそうです、はい、完全にそうですね、うん、もうここぞという集客が欲しいという時には近江牛を予約特典にして、うん、もうかそのどこで予約したらいい人わからない人のをもう全部かっさらっていくみたいな、うん、はいはい、近江牛のローストビーフとかそんなやつでしたけどね、そうです、近江牛の燻製ですね、うん、はい、とかね、なんだっけ、何かのしぐれ煮だの、なんだろうね、はい、しじみのしぐれ煮ですね、琵琶湖のしじみのしぐれ煮を CD の購入特典にしたりとか、物販のコーナーがやけにこうなんかね海産物みたいなそう、まあでも私も私でちゃんと宝船温泉を売りにして、うん、私もちゃんと頑張ってるんだっていうのを分かってほしくて、うん、もうむしろ売りにしてるっていうところもある、その結果ね、テレビにも何度か出たりとか、ね、そうね、そう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 、そう、でもだからといってマージンをもらえるわけではないんだが、うんうん、まあね、宿の宣伝にはなり、そう、まあいつか自分に還元されるかなと。2、3回出ましたよね、地上波。地上波、そうですね。なんだっけ、うん、うん、まあ偶然やけども、あの、うん、出川哲朗の充電旅も出たし、うんうん、出川さんが偶然その辺走ってて、そうですそうです、で、うん、温泉入りに来てくれはって、うんうんうん、でその時にあのフロントに私の写真とかを飾ってるんで、これ誰ってなって、若おかみってなって、うん、じゃあその人呼んでよってなったら、うん、私その時ちょうどもう車で5分ぐらいの近場で PV を撮影してて、うん、ちゃんと衣装も着てて、そう、うん、で呼び戻されて宿まで行って、うん、で出川さんと交渉して PV に出てもらうっていうところまで持って行って、うん、っていうとこともあったり、他にはそうですね、一応私が若おかみっていうのを、うん、そうなんかフューチャーしてくれた番組とか、ね、そうそう、うん、番組とかもありましたし、うん、まあ扱いやすいネタだからね、そうそうなんですかね、若女将やりながら、しかし全く稼ぎにはなってないけどなぜかね、地下アイドルもやってて、うんうん、自分で曲も作っててみたいな、そうですね、うん、でしかもそれもなんかね、うん、意外にアーバンないい曲やってるって、まあ、それは完全に私の趣味というか、うん、あれなんですけど、うん、そうなんですよね、でいろいろイベントも出てもらったりして何度か絡んでたんで、うん、その辺のバックボーンとかも聞いたら、うん、単純にもともとバンドやってた人なんですよね、そうなんです、お父さんもバンドやってたんでしたっけ、そう、今もやってます、お父さんはどういうバンドなんですか、お父さんは、まあ、ビートルズが一番好きなんで割とビートルズっぽいバンドをやってて、うんうん、でもう今はそのオリジナルっていうのはあんまり作ってなくて、もうビートルズのコピーバンドみたいなんで、うん、ビートルズバー、ビートルズバーっていうのが京都にあって、うん、ビートルズバーのリンゴっていうところがリンゴなんだ、しかもリンゴって名前のビートルズバーがあるんですよ、京都に、はいはい、でそこお父さんの行きつけで、うん、お父さんそこでもうビートルズのコピーを、お父さんギター？ギターです、うん、もちろん、はいはい、お父さんギター結構うまいんで、うん、でその影響でなんとなく音楽にはずっと親しんで、そうそうですね、だってね、音楽の趣味クソ渋い感じですもんね、そうですね、うん、いや普通にオールドロックな感じだよ、ね、ほんまに、だって幼稚園の時、うん、とかからもビートルズのメンバー全員の名前言えてたぐらいやし、うん、一番私が幼稚園時代を思い出す曲が TCC の I'm Not Here TCC お父さんが聴いてた、そう、うん、お父さんが私が幼稚園の時よく流してた曲がそれやったから、うん、ドライブの時とか、うん、それ聴くと幼稚園時代を思い出すみたいな、うん、とハッピーエンドとかも結構小学生の時思い出しますね、うん、ビートルズもそうだけども、自然とそういうなんとなくオールドロック的なものを聴く、多分そうタイプになって、そうですね、はい、という、うん、でなんとなく自分もバンドを始める、そうですね、
がいくつぐらいなんですか？バンド始めたの大学入ってからですね。どんなんやってたんですか？どんなの？もう結構普通のポップスみたいな、うん、あとコピバン。どの辺の？それ大学時代はアイコとか、お東京事変とか普通だのコピバンをやってました、うん、大学生っぽいじゃないですか。大学生っぽい、うん、そういうのを得て今に至るって感じですね、うんうん、だいぶ飛ばしましたねだいぶ飛ばしたいじゃないですか。普通にバンドでライブハウスとか出る人ではあったんですか？まあでもそうですね。事務所入ってたんだっけってすごい、ま、よくご存知の方が出てきましたよね。一応一瞬入ってましたよ。でもそれはもうバンドも辞めて、うん、ソロで本当にカバー歌ってたような時の話なんですけど。ソロでカバーを歌ってたような時。そう、なんか本当に日本橋のメイドさんとかと対バンして、もうカバーしか歌ってないような時期が私にもあったんで。いわゆる地底アイドルシーン。どうなんですかね、それを地底っていうのか分かんないけども。僕がよく言うのは、地下と地底の違いは主にソロで、うん、主にカバーで、あ、でも私はソロでしたね。主にソロで主にカバーでしたね。なんだろうな、そのだから売る音源も何もなく、うん、基本チェキ商売だけの人たち。私は音源はあったんですよ、うん、自分のオリジナル作ってたけども、うん、オリジナルを歌ってもあんまり受けが良くなくて、うん、そうなんですよね。で結局アニソンばっかり歌ってたっていう、分かりやすいカバーになっちゃうっていう。そうなんですよ。そういう時代があって、その時はちょっと入ってましたけど、うん、何のカバーアニソン、マドカマギカの、うん、コネクトとか歌ってましたよ、うん、とかやってた人がなんでこういう方向になっていくんですか？まあそうですね、まあそこの事務所を辞めて、うん、まあ別に事務所っていうと悪い事務所だったんですか？悪い事務所とも言わないけども何か私が今そのアーでいろいろ仕事をしてるけど、うん、運営のことを、うん、私以上にしてたかっていうとしてないとは思う、うん、まあね、うん、指定クラスに出るようなね感じでやってはくれないだろうからね、うん、でまあまあ、まあ、私が描いてたその事務所に入ってからの聞かされてた像とも違ったけど、うん、まあまあそれは置いといて、とりあえず負けつい人がアイドルっぽいことやろうってそのぐらいで思ってたんですか？いや、その事務所に入る前に、うん、イベンターさんに声をかけてもらってアイドルやったら、うん、みたいな。レッスン料を取るタイプかなって言われてますね。取るタイプかな、一応そうですね、よくあるやつですね。取るタイプです ね、よくありますよね、カタログに載せるからみたいですとか ね、 まあまあまあ、うん、まあでもその時に支払ったお金はもう、うん、勉強代やなと思って、私たちはもう完全に納得してるんで、うん、もういいんです、うんうん、何も文句、うん、言わないし、うん、訴訟を起こす気もないんで大丈夫です。小学だろうしね、別に大丈夫ですね。はいはい、小学っつってもうちらからしたら結構な額ですけども、うん、まあでも、ね、年収30万からしたらね、そうでかいよね。でかいけど、まあでもまあまあ勉強だやったなと、うんうん、思って、うん、まあまあ我慢する額ですね。その頃はそのなんかアニソン、うん、コスプレしてアニソン歌うような人、まあコスプレ、まあまあコスプレはそんなにしてなかったけども、うん、アニソンは歌ってましたね。やっぱその、うん、日本橋っていう界隈が私から見ると、うん、やっぱりアニソンが人気な界隈に見えたんで。東京の秋葉原みたいなね。あ、そんな感じかもしれない。メイド文化の街ですからね、うん、そんな感じかな、うん、そう、うん、アニソンは結構歌ってた。それがどうしてこういう風になっていったんですか？まあ、そこを得て、まあ、結局は私はもともとバンドの時に曲を作ってたし、うん、なんか私は結構その時にもジレンマがあったんですよ。自分曲作れるのに、うん、自分の曲よりやっぱカバー歌った方がウケるみたいな、うん、そういうジレンマもあり、やっぱり最終的には自分の曲を歌いたいから。結局その地底を抜け出せないのってそこなんですよね、うん、カバーの方が盛り上がるから、うん、どうしてもそっちを選んじゃう。まあでもそれ、その気持ちは分かります、ね、どうしてもボーノとか歌った方が盛り上がるしみたいになっちゃうと恥ずかしさだ。そうそうそうっていう、ね、うん、そうですね、つまんないのにそれっていう。でもちょっとずつ出していったって感じかな、うん、その時はソロだったんですよね、うん、が2人組が組まれるのはどういう感じなんですか？まあその私はソロで、その時にその月謝料を払ってた、うん、月謝料を払ってた払ってた
事務所があって、うん、スーちゃんも同じ状況だったんですよ、ね、ソロ同士そうソロ同士、うん、同じ事務所に入ってて、うん、その事務所の人がその時ちょうどアイドルが結構流行ってたから、うん、うちらの事務所でもアイドルやるでみたいになって、うん、ホトパーとスーちゃん、うん、アイドルやるでみたいなこと言われて、その2人は当時は全然仲も良くない、そんなに仲良くない、うん、全然何回か対バンして顔は知ってる程度、うん、で結構えって思ってたけど、うん、もう最終的にこんだけ長く一緒にいてるから、まあ相性は良かったんやろなとも思うし、でも、うん、その時今でこそ私も自営業をやりながらアイドルしてる、スーちゃんも自営業やりながらアイドルしてるっていうコンセプトが合ってるけど、その時その事務所の人はそんなこと何も考えずに適当に引き合わせただけやから、いやまあでもその人の引き合わせる力もすごいなとも思うけど、まあ、それがなかったら今がないから、で2人がそれで巡り合い、そうですそうです、じゃあ自分たちで曲を作ろう、そうっすね、もともとはその自分たちで曲を作りたかったけど、その人のつてで曲を書いてもらってましたね、何曲か。その頃あれですよね、うん、あの僕が大阪に行った時によく飲みに行くお店とかもちょっと絡んでくるんですよね。そうです、うん、どこです、です、どこですえ、どこですどこです、味噌のユニバースにある、あ、うん、まあまあでもあそこの絡みはそこまで強く、うん、そこまで強くないんだ、濃くないから、うんうんうん、で、2人で組み、音楽自分で作れるからやろうってことになり、そうですね、うん、なんか曲ももらってたけども、うん、本当に何にもしてもらえてなくて、うん、それは分かんないですよ、私が体感なんで、うん、他の人からしたらもうめっちゃしてくれてるやんって思うかもしれない、うん、ただ私が今ああにしてる仕事よりかは少なかったなと勝手に思ってるだけで、うん、まあそれがあって抜けたいなと思って抜けた時に、やっと抜けれたってなった時に、うん、私はもともともらった曲をいい曲なんやけどすごいちょっと方向が違うとか、そうそうそういうのも思ったし、うん、なんかもう私の勝手な意地で、うん、あのもう私が作った曲でもうやり直したいっていう気持ちが大きくて、うん、急いで曲をいっぱい書いて、うん、オリジナルの曲をやり始めたみたいな感じですね。だから昔の曲も好きは好きなんやけども今はもう全然やってない、うん、その結果本当に温泉旅館のね若女将がやってるローカルアイドルになぜかアーバンなそれは都会感を感じる、それは私の完全に趣味というか作ったものを作った時に出すとそうなる感じですよね、うん、なんか別に狙ってやってるんじゃなくて、いい曲かっこいい曲であるんだけど、うん、なんでこんな都心の空気出してんだよ確かに滋賀県やのに PV から何かね、まあ、いい曲なんですよね、うんうん、あのいい曲を作る才能ある人だと思いますよ、うんうん、それが何年頃、それがどれ、それっていうのは私が曲の投稿が決まったのは2014とかじゃん、ね、まあそんな、あ、ちょちょ、2017なの、だいぶ違うな、だいぶ違いますよ2017ぐらいちゃうかな、アイドル36号に出たのが比較的じゃあ のそっちの方向になってすぐだったんです、うん、割とすぐです、だってあれが2017年ぐらいですか、ですかね、まだグループ名の表記も定まってないぐらいの時に、あれは前の表記のままでした、私はもう変えたら怒られるんじゃないかってビビってたんで、うん、大人のね、そうそうそう、絡みが、そうそうそう、うん、だからあの場で変えたらさすがに怒れへんかなって思って、うん、あの場で変えるしかないと思って変えたんですよね、うん、そうっていう感じで一回その東京に来て、うん、あのアイドル36号というタバレコの配信に出て、うんうん、なんとなくおかしな人がいるって感じでちょっと広まりおかしな人、うん、タワーとかにも CD を置かれ、うん、広まっていった、そうですね、という感じですね、あれがあった頃こそちゃんとそのタバレコとも契約を結べたのなと思いますね、うん、私はきちんとできる人ですよね、そういうのね、割とよくね、そのアイドル36号でも言ってるけど、あの CDR をタワレコに置くのは可能なんだけども、みんな置きたいっていうのに誰もできないんですよね、あの書類を書けない人がほとんど、地下アイドルっていうのは地下アイドルの事務所とか書類を書くっていうほどのこともなくないですか、普通に申請書類を取りに行くだけの問題だと思うんですけど、僕はそれやってないんだけども、意外とみんなそこで挫折して売りたいって言ってるのにできない人が多くて、
だから未だに売ってるのが本当にごく一部で、そんなに何もできない。そう、置いてる人はちゃんと売れるけど、うん、っていう。本当に近いのはそういう事務作業が下手な人が多すぎるっていう。いや、作業も何も取りに行くだけやと思うんですけどね本当にその辺がちゃんとできる人なんだと思いますよ。いや、という感じでね、はい、ざっと分かりやすいアーの歴史を語ったわけですけども、はいはい、どうですか。でもそのアイドル業をやっていて、大変なことは多いですか。大変なことはやっぱ多いですね、うん、なんかやっぱりプロモーション、うん、やっぱり私みたいな事務所に所属してないものは、うん、プロモーションが一番大変です、うん、そりゃそう、誰も何も宣伝してくれないから、それそうだ、自分で動くしかない。そう、うん、やっぱりそこのコネを作るっていうのが一番大変だって。プロモーションしようもないでしょう。ないですね。まず地下アイドルにはプロモーションという発想がないじゃないですか。多分アイドル36号出るぐらいしかプロモーションってない、まあね、里崎梨沙社長に僕が最初に行ったことがあるんですよね、はいはいはい、その実はメジャーのアイドルもそんなにプロモーションしてないって話があって、僕はベイフムで月2回レギュラーやってた時期があって、うんうん、でモモクロの新譜をかけようとしたら、うん、ベイフムになかったんですよモモクロの新譜が届いてなかった、うんうん、僕の持ち込みでかけたんですよ、うんうん、ぐらいに実はちゃんと版も送られてなかったりするから、地下でもちゃんとリリース作ってちゃんと版持ってって話せば実はなんかゲスト出たりとか何かできるはずだって言って、うんうん、でリリースとか僕の名前とか使っていいからやった方がいいよって言ったら、うんうん、リリースとか僕の名前使っていいっていうの吉田豪もおすすめみたいな。あ、いいんですか。じゃあ私も使っていいんですか。いいし別に音楽的にちゃんと信用できる人だったら使っていいですよ。いや一応じゃあ、うん、こんな曲出すけどみたいな。あ、やった、うん、じゃあ例えば、うん、めっちゃ例えばなんですけど、私うん、地元の道の駅に、うん、出荷してるんですよ。昔なんで宝船温泉として、うん、吉田豪も大絶賛みたいな。別にいいですよ。やった、任せますよ、うん、じゃあ顔写真も載せたいんで、写真送ってもらっていいですか。わかりました、わかりました。でも、ね、本当にだから利用できるものも利用してちゃんとそっとパブとかパブをやるって概念がないから絶対やれる人はちょっと一歩抜けるはずで、実際それで里崎社長いろいろなんかラジオちょこちょこ出たりとか、うんうんうん、それなりに爪痕残してるから、そう、意外とメジャーもやらないで地下アイドルはもっとやらないところを、うんうんうん、やれる能力ある人はやった方がいいってずっと思ってて、うん、そうか、だからジャランの、うん、あれですよね、宿の名前のところにも吉田豪大輔宝船温泉みたいな書いてある。宿の云々の僕のなんだ説得力何もないですよ別に。宿うるさくないし、僕そもそも行ったこともないし、泊まってもいないし。そうか、それはあかんな。ここの料理が美味しいとかも知らないし別に。持ってきたらよかったらな今日な、というね、うん、なのででも本当だからね、できる能力ある人なんだからどんどんやった方がいいんですよ。あ、なるほど、うん、でもできる能力がある人っていうのはなんか、うん、そのやるガッツとメンタルっすよね。うん、ですね、心が折れないこと。完全にそうだと思う。なぜなら雑に扱われて当たり前だから。あー、でもそう、本当にそう、うん、僕もペイペイの時とかお使いとか普通にやるじゃないですか、うんうん、その頃って今みたいにデータで送ってくれないからビデオとかジャケの写真とか直接撮りがいいんですよ、うん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 、で撮りに行ってちょっと待っててくれって言われたまま、うん、忘れられて1時間ぐらい放置とかあるんですよ、ザラに、うんうん、雑に扱われるやつ。そういうことになんか慣れていくしかないっていうか。あ、なるほど。そう、東映とか東宝でひどい雑の扱いとかをされ続け、うんうんうん、その後もだからなんだろうな、雑誌で新婦紹介みたいなやった時期があるんですよ、うんうんうん、渋谷のいろんなお店、うん、タワレコとか HMV とかで新しく入った輸入版とか借りて紹介するみたいな。それでもやっぱとある店は僕のことすごい雑な扱いする時もあったんですけど、うんうん、よくしてくれたのがタワレコで、うんうん、その時の担当があなたもご存知の今のなんかアイドル36号の窓口になってる矢川さんだと思う。へー、そう、矢川さんがすごいよくしてくれて、じゃあ CD 好きなのもらってっていいよとかなんか CD くれたりとかして、うん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 、ステレオラブのエンペラートマトケチャップが出た時で、ステレオラブを矢川さんにもらったっていう、あ、でもあれめっちゃいい。そうそう、いいピースよね、うん、というような時期とかだからね、雑に扱われて当たり前なんですよ。
基本でもやっぱりでもそれである程度は傷つくし、うん、傷つきますからね、うん、傷まあでもタフになるしかないです。雑に扱われて当たり前っていう、うん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 、僕の雑に扱われた歴史も結構ありますよ。あるんすか。僕の師匠がリリー・フランキーさんなんですよ。あで原稿とかをなんか直すの面倒くさい、あの知らない人間にやらせるとひどい原稿になったりするから、うんうん、っていうんで結構僕を起用してくることが多くて、うんうん、リリーさんの対談とか、うん、で起用されたのはいいけどリリーさんに言われてよく知らないやつを呼んだみたいな認識のことがたまにあるわけですよあの某大手出版社とかでも、うん、あのリリーさんと女優の対談を僕が構成するとかで、うんうん、でなんか食べ物を食べながら鍋かなんかつつきながらみたいなんだけど、うん、僕のとこだけ箸もなくコップもなくとか、あ人数に入ってないぞ俺みたいなのが、あるんですよそれは、普通に心折れそうとか原稿書いたらあれ俺のクレジットないとか、え吉田剛さんそういうので落ち込んだりします、うん、落ち込みはしないですよね、やっぱなんかメンタルおかしいおかしいでもやっぱ傷つくっていうか、今に見てる的な思いはありますよ。それはああなるほど、うん、悔しいっていう悔しいっていうか、なんだろうな いつか分からせてやるみたいなのがあるけど別にああにはならない、うん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 、そうですよ、その状況は楽しみ。そうだいたい基本実況しますよ、ひどみにやってる時。当時ミクシーだったからミクシーの友達とかに今ものすごい存在に扱われてるみたいなそうコップも出ないとかひどいみたいなそう本庄リリーさんと本庄まなみの対談だったかな。本庄まなみさんが気を使ってなんか箸取ってくれたりとかしてとかありまして、ね、だから全然タフになるしかないんですよ。でもそんな傷つくようなことあったんですか。傷つくようなこと、うん、気づくようなこと いくらでもあるけど、なんかやっぱり年取ると忘れますな現在おいくつなんですか。30です。おめでとうございます。ありがとうございます。30成り立てですよね。30成り立てです、うん、アイドル業でなかなかね味噌汁に行くぐらいの時ってこうね年齢をね曖昧にしがちですけど結構はっきり打ち出すタイプじゃないですか。でも関西アイドルはみんなもう打ち出してますよ、うん、うちより年上の人いっぱいいますし、うんうん、全然、うん、なんか関西はなんやろう、もう出してくスタイル、うん、多分嘘つけへん、うん、なるほどね、隠したところでバレちゃうみたいな、うんうん、年齢はね特に昔はもうちょっと嘘つけたんですけど、うんうん、今ネット時代だから、うん、同級生とかすぐ出てくるじゃないですか、うん、あ確かに、うん、きついと思うんですよ、うん、昔それこそ十数年前に僕もあったんですよ、うん、秋葉原のアイドル取材して、そしたらミクシーかなんかでかな、あこの子知ってる、でも年齢が違うみたいな感じで、あそうなん同級生だけどなんか3つぐらい若くなってるみたいな、なんかザラにあったけど、うん、若おかみの方が息長い、マリエさんのことです、わかります、はいはいはい、いますね。まあでもすごいですよね、あの人はだってあの年齢であの美貌を保ってるからすごくないですか。37でしたっけ、うん、うん、羨ましいなと思いますね、うん、というね。僕40ですけどどうですか。そう言われても、うん、誰だか分かんないしね。そうですね、はい、そうか。味噌汁でアイドルをやるっていうのはどんな感じですか。なんとも思わないですよ、うん、アイドルって言ってるけども、うん、もう結局みんなそんな思ってないやろっていうのも思うし、まあね、ネガバンドの人だから基本見せ方が微妙に変わってるだけで、自分のやって作った曲を自分が歌うっていう意味ではそんなに違わないけど、ね、確かにそうなんですよね、うん、だしなんかみんなも思ってないやろとも思うし、うん、自分でもアイドルですとか言っちゃってるけども、うん、あんまり自分でもアイドルですって思ってない、うん、結局はアイドルって打ち出すことのメリットとデメリットってあるじゃないですか。ありますね。どんな感じですか。まあ、メリットはやっぱり今、うん、でこそだいぶ薄れてきてるけども、やっぱブームやったっていうのと、うん、まあ、若おかみもやってるから、うん、そのシンガーソングライター若おかみっていうのとアイドル若おかみっていうのとやったら絶対破壊力違うよね。破壊力も違うし、もう言葉が短いじゃないですか、はいはいはい、シンガーソングライターってめっちゃ長いじゃないですか。みんな、 なんか SSW とか略してるし、うんうん、はいはいはい、 SSW おじさんとかねだから略さなあかんほど長いわけやんか、うん、あれは、うん、
ってなったらもうちょっといい言葉欲しいですよ、確かにね、うん、やったらアイドルやったら4文字で終わるし、うん、そう、それもあって私はずっとアイドルって言ってるんです、うん、そう、実際でもね、アイドルの方がビジネスはやりやすいと思うんですよ、うん、シンガーソングライターより、うんうんうん、そう、よく言われますけどシンガーソングライター現場の方がいろいろ大変だっていう話は聞いたりもして、ファンも含めてね、うん、がっつり食べてますね、うん、少々お待ちを大丈夫です、うん、はいはい、ね、なのでな、あとアイドルのメリットはビジネス的なものも含めて相当あると思ってますよね。いや、あります、うん、めっちゃあると思います、うん、そう、よく言うんですけどやっぱチェキの開発が本当に大きくて、うん、すごいですよねあれは、うん、チェキによって赤字にならなくなったっていうのはあるじゃないですか、うんうん、あれもすごいですね、それなりに稼いで、でもチェキ安いですよね、うん、青はすごく前までずっと500円ってんですけど、うん、最近直にして、どういうことですか？え、東京とかに出ると1000円にしてみたいな東京価格、そうそう、うん、なんかそれも私の気分なんですよ、うん、もしかしたら100円になるかもしれんし、うん、もう直にしたんです、うん、寿司みたいに、それ頼みづらくないですか？確かにそうかもしれない、うん、でも大概大阪は500円のまんまですね、ツーショットチェキは、うん、ツーチェキ500円は破格ですよね、でもなんか、うん、私はもうずっと来てくれてるオタクが結構若い子とかも多くて、うん、なんか1000円に してチェキ取れないって泣いたら嫌だなと思って、泣きはしないですよ、泣くよ絶対に、泣く、泣きますから、うん、値段変えたらあかんなと思ってて、うん、でもやっぱり東京とか出てきた時はやっぱりかなり交通費とかも使ってるんで、うん、はい、まあ、もうちょっと上げたいなっていう、うん、気持ちはあって、だから今回の東京遠征とかはチェキ1000円に上げてるんですけど、うん、逆に他の物販を下げたりとか。なるほどね。前に聞いたらなんかね、私らは本当に全然アイドルっていうか普通の人間なんで、それで500円以上取るのは申し訳ないみたいな。そう、それはずっと思ってます、うん、それはずっと思ってます、うん、けど、うん、そうですね、まあそのそれもね、なんかやっぱり、うん、結構厳しいなぁ、なんかやっぱりそれはね、もっと取っていいんですよ、いやいやいや、500円で頑張ってた人たちがみんな1000円にしてますよ、いやもうね、うん、本当は500円でいっぱい人来てくれたらそれで文句ないというか、うん、それが一番平和なんですけど、そうでもないし、うん、やっぱ続けていくっていうのを一番の根本にすると、うん、どうしてもなかなか厳しいところがあって、ファンに無理をさせないっていう風になっていく、そう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 、で、うん、ずっと来てくれてる人にはもう無理させたくないから大阪では500円で他の東京とかでちょっともらうっていうしかないなぁと思って、うん、ゾックとかチェキ、通チェキ1000円でものすごい行列になるから2000円にしてそれでも並んでるわけですよ、すごい、うん、なんか需要があれば上げても大丈夫なんですよね、うんうんうん、要するに、うん、なるほど ねすごいな、でも僕は本当に最近いろんな人にチェキをやるべきだって説得をしてるんですよ、あ、してるんですか？してます、僕はやってないけど、ゴーさんもやったら儲かるんじゃないですか？オキテポリさんにも言われたんですよおーちゃんチェキ儲かるよっていう、まあ、そりゃそうなんですよね、まあなんか、うん、儲かるっていうか私らの場合はなんですけど、うん、もちろん曲作るお金とかが必要やから、うん、チェキでなんとかするみたいな、うん、チェキ取ってもらってなんとかなってます、ありがとうみたいな感じやけども、うん、うん、アイドルの場合は本当に単純にアイドルビジネス儲かんないのがチェキによってなんとか女の子の食い縁が取れるようになっていったって感じなわけじゃないですか、うんうんうん、いや、いい発明だと思うんですけどね、うんうんうん、最近本当すごい言ってんですよ、うんうん、あの近田春夫さんとこの前一緒になった時に近田さんをずっとチェキをやるべきだって説得したりとか、最近大物ミュージシャンがチェキをやるべきだっていう僕は論で、うんうん、あのどんどんやるべきだと思ってうん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 、今夏の魔物の赤字対策で夏の魔物に出る大物ミュージシャンに全部チェキを頼むべきだって言ってるんですよ、夏の魔物に今井翼出ないですかね、うん、何の話、私今井翼がめちゃめちゃ好きで知ってますけど知ってますけど、私今井翼のチェキ取りたいのでジャニーズチェキビジネスやってないですよね、やってほしいですね全然2000円と3000円でもなんか5000円でも出すと思う、安いよまだそれでも、あのクラスだと安
あのクラスだともっと払わないと。そうか、うん、すごいなやっぱり。基本ジャニオタなんでしたっけ。いやもうジャニオタじゃないです、うんうん、今井翼だけです。翼、うん、だけが好きで、それ以外全然。なかなかね、アイドルがジャニーズ好きとか言うとそれだけで波風立ったりとかもしがちですけど、うん、これぐらい接点がないと何もなくて安心ですよね。接点作りたいと思ってるよ。あの共演するだけで戦えたりするじゃないですか。作りたいと思ってるよ。ジャニオタのアイドルがジャニーズと接点できた瞬間にね、もネットが恐ろしいことになってしまうからね、うん、平和でいいですよ。翼とね、うん、仕事したいと思ってますけどね、仕事がね、うん、来ないんで。この接点のない味噌汁のね若女将だったらまあ大丈夫だろうっていう、多分オタも攻撃しないと思いますよ。だからなんですかね、なんかこの間の翼の誕生日に大阪でライブイベントだったんですよ、うん、そしたら電報届いて、うん、絶対差し出しにオタクなんですけど、もちろんあの翼くんコトエちゃん結婚おめでとうみたいな電報が届いて、うん、差出人メリー北側になってるんですよ。怒られるよ。絶対お得やけど。うん、ね、なんかね、みんなあれなんかお面かなんかつけてたんでしょ。あ、それはその前の年ですね、さらに、うん、そうそう、だから私ごと愛してくれてるんです、うん、みんな、うん、今翼を、うん、だからみんな私単純にだから実現しないことが分かってるからみんながそうやってやれるんです。するかもよ、するかもよ。もうちょっと生々しいリアリティがある相手だったらオタは押さないんですよ。あ、そうなんか言いするかもよ、うん、もうちょっと近い世界のなんか関係者とかだったらみんなもう急に生々しくなるから、ゴーの部屋に、うん、今椅子を呼んでください。呼ぶわけないじゃないですか。私は全然来ないですけど配信をじっと見てますんで、リアル大変なことになりますよ。めっちゃカタ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 とコメントしますね。カタ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 と誰か呼べる人いんのかな。難しいと思いますよ。難しいですかね。でももうジャニーズ退所したわけじゃないですか、うん、でも今インスタとかも始めて、うん、どこに所属してるんですかね。あとでその辺に詳しい人に聞きますよ。お願いします、ね、はい、ゴーの部屋、はい、というね、ゴーの部屋なら命しか読めないくね。まあね、あの V6 取材した時に唯一僕のことを認識してたのが命なんですよ。へえ。ヌッチはサブカルの人なんで、お、あ、吉田豪さんみたいな感じで、おう、へえ、認知されてる。でも今津尾さんもしてるかもしれへん。分かんないですよ。というね、うん、何気に多少僕は仕事してますよ。そういうジャニーズと、うん、ニノと一緒にテレビ出てる。すごい、ニノにはあんまり興味ないから。私は今津尾さんにしか興味がないので、ね、申し訳ないですが、はい、大丈夫です。でもあれなんですよね、なんかバンドやってた人だからと思って、はい、意外と日本のバンドの話とかすると意外とそっちの知識ない人だったりするんですよね。はい、全然ないですね。抜けてますよね、日本のバンド、うん、とか日本のミュージシャンの話とかポロッと出しても全然知らなかったり、知らなかったりしますけど、うん、知ってることもあります。知ってることもある。だってこの前確かあれですよね、なんか雑談してて菊池成吉で単語出したらそれも知らなかったり、こんなわかんない、そう、あ、その辺は通じないんだっていう、うん、ハッピーエンド村八部とかは分かる。村八部側なんだって頭脳警察とかそっち系なら分かるね、うん、分かるよ、ね、エレクトリックレディーランドとかね、そういうようなものをもじった名前つけたりするから、うん、そういうような系、ま、系のものは分かるけどっていう。そう、地味編も大好きやし、うん、最近はねサンタナを聞いてますね。渋すぎるよ。いいですね、やっぱ渋すぎる。久しぶりに聞いたサンタナはいい。本当に同じようなの弾いてるけども同じようなギターがやっぱいいですね。サンタナ。サンタナは全く聞かないですよ、その辺。いいのに。全然聞かない。すごくね、うん、スパイシーでね、うん、こうセクシーっすよ。セクシーな。同じのばっかり弾いてるけどね。うん、でも、うん、お父さんの影響ではあるんですか、その辺。お父さんの影響ですね。完全に。完全に。うん。うん、お父さんとバンドやったりするんですか。しないです。しないしない。いやでもないけども、うん、まあそうはな、まあやったってもええでみたいな感じですね、うん、そんなにお父さんとやりたいっていう気持ちもそんなにない、うん、そうなんだ。村八部は京都の大学の慶応部出身になる大体棟梁なんだ。うん、土地柄なんだ。うちのお父さんもあの京都三大で、私も立命館なんで、うん、まあ、でも立命館の人そんなにね、立命館といえばもう最近で言うとくるりとか、うん、立命館って学生プロレスのイメージがないですよ。分かんないそれは。大体学プロが盛んだった
とこでしょっていう。違うんですね、村八分は放送禁止用語っていうね。まあでもそうか、うん、大阪の地下アイドルシーンと東京はどんな違いがあるんですか。違いは、うん、私は東京もともとはあんまり分かってへんから、うん、分からんけど、うん、とりあえず大阪は仲がいい、うん、仲がいいですね。東京はあんまり仲が良くないように見える。いやそこまでは言わんけども、うん、まあ、東京はそんなに酒飲んでるイメージない。あ、まあだって大阪のアイドル界はもう高齢化が進んでますので、ね、酒飲んで、酒も飲むんですけど、大体味噌汁ぐらいの人たちがガンガン酒飲むって感じなんですね。そうそう、けどめっちゃ仲いい、言葉さんと最初に仕事してやっぱりその辺がね文化が違うと思ったのが、あ、そうなんですか、飲み行かないですかみたいな感じのそういう感じ。あ、そうなんや、うん、あれは大阪の文化なんだ。あのアイドルと終わった後に打ち上げとかに行くっていう発想が東京はまずないんですよ。あ、そうなんや。まずみんな終わった後物販がもう忙しくてその後電車なくなっちゃうから帰るのが当たり前で、打ち上げって発想まずないですよね。あ、それわかんないです。打ち上げが当たり前なのにやっぱりバンドの人なんですよ。完全にバンドのバンド脳のままなんですよ。なるほどね、うん、打ち上げが楽しいからライブするんやんかっていうのがあんまりないんですよね。なるほどな。そうそうそう、だからたまにだからバンドとのアイドルの対バンでアイドルの子が困ってるみたいな話が聞きますもん。打ち上げとかの文化がないのになんか打ち上げ出なきゃいけなくなってバンドの人がすごい酔ってて怖いみたいな。あ、うん、なるほどね、うん、酔ってて怖い、うん、え、でも酔ってて怖いって思うっていうことはアイドルの子が酔ってないってことですよね、うん、ですね。酔えば怖くなる。そういう発想。まあね、大体酔ってる感じなんですね。うん、そうですね、うん。まあね、バンド側の人ですよ。だからアイドルって捉えるからおかしくなるんですよね。アイドルって言ってますけどね。うん、言ってますけどね。写真集とか作ってますけどね。まあでももう30ですしな、うん。もうアイドルって言ってるけども、うん、アイドル。って思ってくれてる人何おるんやろね、うん、最初に共演した時に僕が言ったのがね、うん、ちょうどアイドル衣装の色味もそうだったんですけど、なんかなんだろうな、生々しい夢見ねむって言い方してますよね。なんどん覚えてないな。覚えてないですか。二の腕の感じとかがこのねむきゅんも比較的生々しい側ではあるけど、やっぱでも 2.5 次元な幻想は保ってるけど、なんだろう、この生々しさっていうか。まあでも確かにもう結構二の腕は太ましいですからね、うん、なかなかいい二の腕をしてますので、リアルっていう、うんうんうん、現実って感じがするっていう。言葉をさんが東京のアイドルを酔わせていこう、うん、ついでにオタもアイドルは未成年もあるしね。あ、まあでもそうですね、うん、最近のそのなんだろうな、僕もよく聞くんですけど、あのね、アイドルブームは明らかにピークを過ぎていろいろ大変になってきてると思うんですけど、うんうん、そういう実感とかあったりしますか。いや、それはありますね。完全にフロアの数とか、うん、実際にうちに来てくれてたあのお客さん、うん、減ってますね、うん、でずっとツイッターとかはあの、うん、よく来てくれてる人をフォローするんですけど、うん、見てるともうみんな、うん、もうアーのライブに来なくなって、うん、愛席居酒屋に行って。あ、推し編とかじゃなくてそっちなんだ。そう、もうアイドルに行ってないんですよ。なるほどね。同じお金使うんだったら、うん、なんだろう、もうちょっと安く女の子と飲んで何かが起きる可能性もある方に。そう、みんなそうしてる、繋がれる方に。うん、へえ。大阪の特徴なのかな、それ。わからへん。あんまり東京で聞かないですよ、オタが今愛席居酒屋に行ってるとか。界隈だけかもしれんけども、あーのお宅は愛席居酒屋行ってるね。うーん、なんかね、あのなんだろう、メイドカフェに流れるとかはたまに聞くけど、うん、うん、そっちなの。彼女できてるといいけどね。うん、愛席居酒屋とか行くことあるんですか。私、うん、一回見たことない。一回見てない。いや、私は酒が好きやけども、うん、あそこだって女子はタダで飲めるんですよね。やけども料理が美味しくないでしょ、うん、そうなんだ。分からんけど、私は料理がやっぱり美味しくて、うん、酒を飲むっていうのが一番やから、まあね、まずい料理に酒なんかね飲んでもしゃあないんですよ。うまいものね、そうそうそう、家で食べてるとどうしてもその舌が肥えてだから、うん、ほんまにもうただでさえも、うん、もうただやとしても別にそんなに
そういうところに行きたいと思わへん、うん、自分でお金を出して美味しいところに行きたいって思ってしまう、うんうん、女子はね、ただで酒飲めるような店がすごいあるわけじゃないですか。うん、みたいですね。私はあんま行かないんですけど、私はもうおっさんが行くような立ち飲みとかばっかり行くんで、うん、大阪でもうまい酒を飲みたいって。そう、うまい酒、安くするんやったらもう立ち飲みで美味しいものを食べて美味しい酒を飲むっていう。知ってる女の子で、ただで飲めるってだけでハプニングバー行ってる子いました。すごいなハプニングバーってどんなハプニング起こるんです？大変なハプニングが起こる。大変なハプニングが起こる目の前で何かが起き始めるかもしれない。わかんない。もうでもただで酒飲めるからって言ってそんな基準でいけんのっていう。ほわーっと思った何かが始まるところです。怖い、ヨネコがアイドルの酒飲み集めているってやってますね。それ呼んでほしいと思ってますけど、うん、でも東京のアイドルの飲み方とは違うんでしょうね、なんかね。あ、しっぽり飲みたいので、うん、あ、でも大丈夫です。東京のアイドルの飲み方は知らないですけど、うん、全然それやったらそれに合わせて私自分で刺身とか買っていくんで全然大丈夫ですので、はい、全然大丈夫ですので呼んでいただけたら嬉しいです、うん、本当にね、全部伏せ字になることが起きます。日高屋とか平気って。安居酒屋は大丈夫なんですかって。あ、全然。安中華とか美味しかったら全然。なんか鶏器も大好きやし、うん、美味しかった、私がなんその美味しいと感じれば、うんうん、私の味覚で全然大丈夫。牛肉とか魚とかはもう舌が超えちゃってるわけですよね、多分ね、うん、割と超えてると思いますね、うん、だから鶏に関して一番、うん、鶏豚に関して一番疎いと思う。なるほどね、その辺は安いんでもそうそうそう、うん、そう、関西日高ないんだ。ないらしいですね。わかんない。そうなんだ、うん、小玉さん結構飲まれますね。いやでも今日はそんなに飲んでないですよ。僕が印象的なのはあれですよ、一回その渋谷で僕と南波和美さんがやってるイベントに出てもらった時に、うんうんうん、なんか終わった後に飲みましょうみたいな感じになって、はい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 、基本あのイベントの後で南波さんとか峰脇社長とか男だけで飲むことはあるんですけど、うん、あそこに初めて女子が来て、やったで写真あげていいみたいな感じだったから、うん、写真あげたらオタが怒ったってことがあって、うん、あれがすごい忘れられないです。すいません、でも大丈夫です、もうすべて解決したんでね。いやでも、うん、やっぱアイドルとして見てるから関係者と飲むなんてっていうのはそれはあるわけですよ。なんすかね、うん、それあんまり理解できないんですけどね。やっぱね、発想がバンドなんですよ完全に。わかんないな、なんかそこは本当に、うん、なんかでも面白い人と飲みたいやん、うん、だから全然さ、うん、あなたが面白かったら飲むけど一緒に挑発しだしたいやそういうわけではなく、いやおもろかったら全然飲むけど、うん、おもろいんかあんたはっていう話でなるほどね。ね、うん、怒ってた人はまだ来てますか？来てないです、はいね、うん、そして推し編に、まあまあ推し編してくれたらそれでいいんですよね、うん、やっぱでもバンド発想でアイドルのこうやって活動するとやっぱいろいろ違和感感じることとか多いんじゃないですか。まあどうなんですかね、なんか、うん、バンド発想で今までやってて、まあ、うん、感じた違和感っていうのがまあまあまあ、もうそれでもなんか さっきのその飲み会の話でも、うん、なんやろうな、そんなに感じてないけど、うん、違和感は。だからそのね、チェキが申し訳ないみたいな発想とかも絶対バンドの人ならではのやつじゃないですか。まあでもだって私は半分若狼なんで、うん、普通に例えばもうアイドル一本でやってますみたいな女が1000円取ってるんやったら、うん、私はそれと同じ値段取れへんっていうわけで、うん、逆にこれね、ただ若狼で稼いでんだったらまだわかるんですけど若狼で稼いでないんだからチェキで稼いでいいんですよ。ああ、そういう考えもありがたいですね。ただでもなんか私ね、うん、まあ、相場が割と大阪も1000円になりつつあるんですけど、うん、もう例えば、うん、結構なんか大阪の中でも1000円じゃなくて2000円の子とかもいるわけで、うん、そうなんだ。まあね、うん、そうですね。でももうやっぱり大阪では500円で行きたいですね、私は、
できたら、やっぱりなんかそれはもう相場に合わせるとかそういうダサいことはせずなんかもう今までいてくれたオタクが泣いたら嫌だなっていう、なんかこうね、旅館でお金もらえてないから多分なんか金額お金に麻痺してんだと思うんですよ。そうなんですね。お金に麻痺っていうのはお金もらいすぎて麻痺するパターンが多いですけど、うん、もらえないことに麻痺してんだと思うんですよ。いやでも私なんかねもら私なんかがもらっちゃいけないっていう発想がベースにできて、いや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 、だって私なんかねアイドル一本でやってる子がね、うん、とね同じ金額をもらったらいけないですよ。だってやっぱり本気でちゃんとアイドルやってる若い子、そう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 です、そうです、本当に、うん、そんなのね失礼やなと思いますよ私は。申し訳がない、申し訳ない本当に、うん、だから私は半分一般人っていうので売ってるんだったら、うん、それでチェキの値段も貫けよって思っちゃうんで、うん、でもだからそれもいい音源を作るためにはみたいな発想にしたりとかすればいいんですよ。なるほど、うん、でもなんかねその売るものも謎なわけじゃないですか。突然そのなんかペラペラの写真集作ったりとか突然同人誌作ったりとか、うん、自分の漫画のね、まあ確かにペラペラの写真集ね買ってくれたやつ買いましたよありがとうございます、ね、あのさ味噌汁記念だっていうから一応音源買うついでに、うん、ね、申し訳ないから買っときましたよ、ね、ありがとうございますそういう人たちにね支えられてるんですよ本当ね、うん、もう繁忙期なんかね、うん、余計に私なんか本当に給料なくて一生懸命働くわけですよ。忙しい時期もあるわけですよね。もちろん旅館で、うん、一生懸命働いて、うん、ゼロ円ですからね言えばいいんじゃないですか。くれないですか本当に。くれないです絶対無理。母親っていうのはヒステリックなんですよ余計なこと言わないでいいですよ、ヒステリックな人をコントロールする、あのもうそういう術はないです、うん、私には30年間生きてきてちょっとこれは難しい。できないですね、うん、怖い。お母さんになんですか、お父さんになんですか。私ですか、うん、お父さんにです。なるほどね。お母さんはちょっと難しいです。若女将が売りになっちゃってるからね、もうちょっと他の仕事やって稼いだ方がいいんじゃないかっていうのも言いづらいですよね。そうなんですよね、うん、いろいろ難しいですよ、うん、なんか本当になんか結構本当にヒステリックやからいやマジでマジで、なんかどうヒステリックなんですか。なんか本当に地雷が分かんない、分かんない、分かんない、うん、でいけるかなと思って言った発言がダメでガン、ちょっとお金払ってほしいんですけどはーってなる、うん、でもうしばらく無視ですね私のことは、うん、冷たくあしらわれるみたいなのはもう当たり前に慣れてるんですけど、ただでこれだけ働いてるんでもうちょっと何かみたいなことも難しい、言い方によって、言い方によって、あと時期によって、うん、それでアハハって済む日と、うん、それでブチ切れる日があります、うん、でそれでお金くれる日っていうのはない、うん、お金はまずもらえない、もらえないですね。で私が年収30万でずっと言ってるじゃないですか、ネタにしてますよね。それもらう時っていうのは、うん、マジで大喧嘩する時なんですよ。どういうこと。だから私があの給料欲しいんやけど、うん、みたいなことを言って地雷を踏まんように言って踏んじゃった時に、うんうん、でもこれあげるから出ていきみたいな、もう帰ってくるなみたいなこと言われて、それで30万渡されるの。そうそうそう。で30万をもらって、それが年収やったんですけど、今年はもう喧嘩するのもしんどくて、うん、してないんですよ今は。だからそもそももらえてない、だから喧嘩しないともらえないから、うわ今年はもう年収ゼロなんで、賃上げ闘争的なことをした結果もらえるけど、それは本当に手切れ金的な感じで出されてるだけで、うん、そうで、まあ親なんでね、でもそうやってもう出ていけこれでみたいなこと言われるけど、労働基準法も何もね、もう家だからね、数日経ったらまたお母さんも全然機嫌も治るんやけど、うん、もうそれがしんどくて、うん、1週間以上は機嫌が悪いから、はあ、で今年はまだ私はその機嫌ね損ねたくなくて言ってないっていう感じでもらえてない、うん、つまりゼロっすよ、うん、アイドルの収入のみだから最近頑張って楽曲提供とかしてるんです。なるほど、そこで稼がなきゃいけない。そうはぁ、あ、大変なんだな。そう、うん、
え、坊さん CD 出さないですか？曲何の話？曲書かせてよ。出すわけないよ。CD 出してよ。歌わないですよ。出してくださいよ。歌うわけがない。歌わへんの？今募集しましょうよ。だから私がこういうなんかね、かっこいい曲作れるんで、意外とお安いので、あ、オファーしていただけたらみたいな ね、うん、まあまあそんなもお待ちしてますし、うん、本当にね、なぜなら生活がしんどいのでっていう。子供の人生考えてるんかいな、うんうん、まあまあまあね、家庭にも家庭のアイドル一本で行った方が、まあね、このアイドル一本でっていうのもね、厳しい話。私も私で宝船音声に恩恵を受けてる部分は確かにあるので、売りとしてね、うん、うん、それはもう、でもそれは逆もしかりなんです。私も受けてるけども、うん、あっちも受けてるっていうのをもうちょっと分かってほしいなと、うん、もう思いますな。番組通じてお母さんにメッセージ出してどうするんですか？お母さん、お母さんが見てないからこそ言えるんですよ、こういう。見てたらお母さんがまたスイッチ入ってる。入ってるから絶対 見てない。少量は見てないから大丈夫。なるほどね。YouTube なら見てるかもしれないからダメ。あ怖い怖い。そうそう怖い。または泊まりに来るの？はい、来てくれますよ、うん、実家で生活苦しいアイドルなんて初めて聞いた。まあ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 苦しいってほどでもないですよ。なんちゃんと、うん、一応、国民年金とか、うん、最低限衣食住は困ってないですし、うん、携帯代は払っていただいてます。なるほど。でもそれ以外のプラスはないという話ですね、うん、それをアイドルでどう稼ぐか。うんうん、うん、まあまあまあ、でもそれでも結構厳しいですけどね、うん、私が働いてる時間を思うと、うん、まあね、事務仕事的なものも多いだろうし、うん、これ YouTube に上がるよ。うん、上がりますね。そう、鍵かけてくれてるアイドルはどれぐらい稼げるんですか？アイドルね、月によりますよ、ほら曲をね、外部にいろいろ書いてるときはすごい稼げる。そう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 、曲をね、うん、書かせてもらうともちろん上がるし、うん、その時のイベントがいい悪いとかにもよりますやん。いや、なんかちゃんと出るイベントなのかどうなのか。うんうんうん。もう完全に素朴に聞くんですけど、うん、イベントっていうのは本来ギャラが出るものなんですか？まあ、ギャラってチケットバックですね、うん、チケットバックプラス物販の売り上げですよね。完全にそう、うん、ちゃんとしたギャラっていうわけのは少ないです、うん、少ないですけど、うん、最近はいただいたりしてますね、そういうギャラ仕事、うん、なるほど、うん、そのチケットバックが重要だから予約特典でいろいろ頑張んなきゃいけない。そうっていうことですね。そうそういうことですよね。でも予約特典頑張るとそこもあんまり上がりはなくなるんじゃないですか？でもない、上がりはそんなになくなるんじゃないですか？いや、そうでもない。そこのうまくリザヤを作って。そんなことない、うん、そんなことはない、うん、バンドやん。ゴーの部屋のギャラは出てますけど僕は知らない。私も知らない、うん、それはその、え、出るんですか今日ギャラ？出ますよ。ショールームの人から話が行くはずです。出ますよ。よろしくお願いしますというシステムになっております。定額なんですか？定額だと思いますね、うん、でも僕もそこを知らないんですよ、聞いてない、うん、いくらでオファーしてるかも知らない。でもなんか楽しそうと思って今日は、楽しそうやなって思って、この番組は、うん、まあね、酒飲みながらの雑談ですからね、ただのね、うん、タワー1本で800円、それは大手グループですよ知ってますか、そういうシステム。番組はそのタワーとか立てないでいいって言って立たないようにしてるんですけど、ショールームっていうのは基本こうやってギフトを送るシステムになってまして、はあはあ、でタワーが1本1万円なんですよ、うんうんうん、そのナンパーが配信者に入るんですけど、うんうんうん、大手事務所だったりするとアイデアで抜く人がいろいろあって、うんうん、配信者に800円しか入らないということで、うん、同じようなお話。めっちゃ抜かれるやん。そうなんですよというね。ということは私のギャラは大丈夫なんですか？10円とか違いますよ。ちゃんと出ますよ。唐揚げくん食べ過ぎ。唐揚げくんは美味しいですよ、うん、結構大物も来てるけど、同額同額です、多分。うん、僕は知らないです、うん、でも本当はそうなんですね。大物ほど別にギャラってそんなに関係ないっていうか、うん、これアントニオ猪木さんとよく仕事した時期に聞いたんですけど、うんうん、猪木さんぐらいの規模になるとギャラは100か0だって言ってたね。へえ。払うんだったら100万ぐらいからで、で変な
安い額払うぐらいだったらゼロみたいな。へえ、男気。なんかもうめんどくさいからっていうか、そんな数万円とかっていう。いやでもそのめんどくさいからっていう額の額がすごいなと思うけど、うん、やっぱりスターやなっていう額やけど、うん、へえ、数万円ね、多分経費で出るんだろうけど、うん、あマジで普通に買ってます、うん、はい、猪木さんすげえ。山さんは優也さんにいくら払ったんだろう、3万かなんかだよね確かね、はい、そんな感じで一応1時間過ぎたんで、あれでも固まってない、大丈夫ですか、こっちは動いてます、動いてます、はい、じゃあまだあと1時間喋れる、そうです、まあ、比較的今日はね雑談会に近いから、うん、比較的コメントも拾ってるんですけど、一応ここから積極的にコメントをもっと拾います。お、はい、元バニミのレナちゃんとは同郷、そもそも、あ、そうなんですか、そもそもよく知らない。バニラビーンズは知ってます。うん、けど滋賀県なんですか？うん、滋賀ですね。滋賀でも絶対。忍者の里の方ですね。甲賀。甲賀。うん。対岸ですね。うん、対岸の情報滋賀県全然入ってこない。そうなんだ。うん。うん。やっぱり湖挟むと厳しいですよ、うん、情報っていうのは。琵琶湖？うん、なかなか入らないですよ、うん。結婚願望はありますか？結婚願望ないっす。ないんだ。ない。あんだけよくネタにしてたのに。ないですね、うん、後取り募集ぐらいの感じで、いや後取りは募集しなあかんけど、私は結婚におもろみを感じてないからな、うん、結婚っておもろい、あのね僕に聞くだけ無駄です。おもろいならしたい、おもろな、おもろいか、おもろいならしたいです、おもろい相手だったらしたるわぐらい、ああそうなんかな、うん、結婚というものにねおもろさをあんまり分かんないからな、私は難しいですよね、うん、どうしても周りのサンプルで見るとおもろなさそうやん、これもよく言うんですけどね、結婚が面白いって言ってる人は大体周りから見てつまんなくなったって言われる人で、うん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 、で結婚の地獄だよって言ってる人は周りから見て面白そうと思ってる人だけど、どっちかは取れないんですよね、うんうん、両方取るの無理で、家庭を大事にしたら多分周りから見たらあいつ最近ダメだよねみたいに言われるし、友人取ったら多分家庭がギクシャクする、無理なんですよ、だから結局みんな結婚して友人関係がそんなに重視しなくなって良くなったぐらいで結婚しないと、うんうんうん、絶対にバランスが来ると思ってます。郷さんの第一印象は私からの、うん、もう覚えてないな。ひどい。渋谷ですかね、多分一人で来た時、一番最初に顔面見たときは、うん、あのあれや36号で出てたとき、はいはい、に次の日を、てて、うんうん、同じイベントでまずお願いしますみたいなことを言ったのが最初のとき、はいはい、うん、印象は別にない、その時の印象とかはない、ない、おるみたいな、うん、おこれ確かに見てた人と一緒だみたいな感じぐらい、うん、その後どうですか、人間的には、人間的には、うん、いい人だなぁと思っておりますよ。うん、嘘っぽいですよ。いやいや本当に。まあね。でもなんかカウザナイトに送り込んだりもしたしね。そう、私なんか本当に優しい。うん、なんかいろんな話も、うん、郷さんとなんかご飯とか連れててもらって聞くけど、うんうん、マジアイドルの駆け込み寺みたいになって、うん、なんかいい人なんだろうなぁと思う。はい、火曜ザナイトに出演したことでお客さん増えたのかな、これはね、うん、常に来てくれるお客さんが増えたとは言わない、うん、一限は何人か、それを見て旅館に来てくれた人は何人もいます、へえそうなんだ、結構います、へえ、だから反響自体はありました、うん、絶対あれ本当に思いのほかあったもんね、ありましたね、思いのほか手応えがあって、うんうん、確か即絶賛する DM 送った記憶がある、あそうそうそう、うん、なんか意外とハマったねみたいな、そうなんかものすごい心配してて正直なんか しくるんじゃないかみたいな、うん、そうしくじりやすいタイプだから、正直言って地雷踏むんじゃないかと思ったら、はい、全然相当うまいことはハマってたから、うんうん、やったじゃないですかって言ったのは覚えてる、地雷踏むタイプ私、うん、マジでマジで、それは自覚ない、それは私の
あれですね、いいところでもある、うん、悪いところでもある、無邪気であり、無邪気なのかな、うん、T シャツはバニビと同じテイスト、そうなんですかね、そのソニックユースのパロディってことじゃないですか。そう、ソニックユースあんま好きでしょうね、でもないんですが、うん、どうしたどう考えてもあなたの音楽性から言ったらソニックユースなわけがない。あ、でもソニックユースの U の部分ですね、U、うん、はいはい、U に使ってるんで、ソニックユースの U の部分を、うん、はい、極楽U にしたの、そうですね、うん、というね、そう、2人だしね、そう、ちょうどいいっていう、あんまり、うん、そう、ソニックユースよりは、うん、ブラ、マイブラの方が好きかな。マイブラは好きなんだ。そこまで好きじゃないだろうな。でもどちらかというとソニックユースと比べたらっていう話、うん、ちゃんとメロディーあるしね、うん、うん、そんな好きじゃないけども、ね、ね、クリトリック・リスさんがここで言ってましたもんね、杉本さんがね、なんて言った、うん、ソニック・ユースとかお前ら別にそんな好きじゃないやろっていやなんか T シャツとかのデザインがいいだけで着てるやつら、でもデザインはすごいですよね、いいっすよね、お前らでもそんなに何がいいんだろうね、あれ、うん、分かんない。小出さんに曲のアドバイスもらった件についてベースボールベアですね、何もらったかあんまり覚えてないけども、なんか言われた気はします。かなり専門的なこと言ってましたよ。なんか、うん、あ、とっておきの裏切りの一泊なんかこう置いた方がいい的なやつとか、ね、色は色へと愛にした方がいいって言われました、うん、色じゃなくて愛の方がいいと、うん、まあいいんじゃないですかね。まあでもなんか人間はやっぱり愛愛に生きた方がいいので、やっぱり愛が正しいと思います、うん、なので私はでもちゃんと発表しちゃった回あの歌詞が、うん、色は色へとなので、うん、変えれないですけど、うん、だからオタクが一緒に愛って歌ってくれたらいいと思います、うん、でそのサビに入る前に確か小池さんがドジャーンみたいな、うん、キメを入れるといいって言ったんで、はい、ね、だからそれももう音源にしちゃって私たちは入れられないので、うん、オタクがドジャーンって言ってくれたらいいなと思ってますしだからあのだって秘密は皮ごと剥いでめくるめくるドジャーン愛はとか言ってくれたらいいと思います、オタクが、はい、人任せ。そうですね。ベースボールベガベアお好きですか。聞いたことない。うわひどひどひどいんですか。口泥棒とかはどうですか。口泥棒、口泥棒知らない。さすが。何ですか口泥棒。あのね、あのずっと交流のある難波和美さん、うん、あの人実はバンドやってたんですよ。なんかそういう噂はなんかそれが口泥棒って言うんですよ。そこそこ有名キーボードしてた。そこそこ有名なグループでキーボードしました。キーボードじゃない。いやーね、本当にその辺の知識は基本抜け落ちてるんですね。ないですね。しょうがないです、サンタナとは違いますからね。だって日本ですよね。日本です。海外、うん、じゃなかったらちょっと分かんないか、うんうん、反対基準がおもろいかおもろくないか。妹さんの結婚は、ご兄弟は。妹が結婚しました、うん、で妹が、うん、あの甥っ子を産んだんで、うん、それをめですぎて私がなんかね、新メンバーとか言ってやってますよね。はい、うん、やってますけど、うん、カユザナイトで岡ちゃんが向こうに行くって言ってたね。仕事できるんか。暇ではあれやりますからね、比較的。暇と仕事でできればまだ違いますからね、うん、まあ、主にギャンブルしかしない人ですからね。それはダメですね、はい、はい、冷たい。いやいや、仕事ができるんやったら全然いいんですけど、うんうん、女性アイドルは好きですか。あ、ビビアンスー大好きです。あ、いいですよね。ビビアンスーはめちゃくちゃ好きなんですよ、私。一回全然売れる前に四ツ谷でなんかイタリア料理食べてたら隣がビビアンスーで。売れる前ビビアンが、うん、グラビアした時もしかして。まだ写真集出したぐらいの状態で、あの地上波とかほぼ出てない時に、だからそんなに気づかれない時にビビアンスーってなって、すごい高まったけど。私ビビアンはめっちゃ好きなんですよ、うん、歌もいいんですよ。いいですよ。聞いてます。聞いてますよ。ビビアン全部知ってます。本当に全部知ってますか。ほとんど知ってると思う。日本潰しに行きますよ僕。日本ビビアン知識で。日本版出てないのがあるんですよ。なんて日本版出てないアルバムがあって、ルナシーの杉蔵さんが曲提供してて、老夫婦、かな、あの杉蔵さんとあとビーチェとかが曲提供。ジャベンド・ケンシーっていうアルバムじゃない。そう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 。あ、それは持ってます。さすが。
あれ僕も3バージョンぐらい買ってます。大好きなアルバム。老夫婦はいい曲、うん、そうそう老夫婦は杉澤さんが書いてある、うん、そうそうそう杉澤さんが2曲で2曲ぐらい作ってる。そう、うん、超いい。新宿2丁目の印象はどうですか。新宿2丁目の印象はどうですか。わかんないっす。わかんないっす。遊んでないしね。うん、うん、バンドマンの打ち上げ感あるな。あります、うん、あると思います。ビビアンの話もっとしたい。対応しましょうか。聞きますよ。ビビアンの話もっとしたい。してくださいよ。ビビアンの話拾いますよ。ビビアンの何がいいんですか。ビビアン顔です、やっぱ、うん、でやっぱりあの声もいいし。声も素晴らしいですよね、うん、であの声を聞いたらあの顔が浮かんでくる、うん、かわいい顔がね、うん、あれがいいですよね。本当に絶妙に儚い歌声なんですよね、うん、すごい超いい。ジャベンダ天使、うん、聞いてるんですね。すごい。あ、評価してくれた。すごい。え、うん、ダーマファンは聞いてます。なになに。ダーマファン。ダーマファン、あのその前に台湾で出した CD で、うんうん、多分基本全部は買ってるはずで、うんうん、あの、はいはい、タイマー、うん、ボンみたいな感じ書くやつに、うん、多分基本入手できるやつは買っている。すごい。多分そのアルバムが異常に好きで、え、でもめっちゃいいアルバム。なんか VCD とかいろんなバージョン違いがあって大体買ったな、うんうん、そう、なんかあれですよね、あの台湾 CD輸入専門店とかあってそこの通販とかも使ってたりして、あの、うん、ジャベンダ天使は立件持ってるんですよ。そう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 。ジャケもすごくいい。でもジャケも何バージョンかあるんですだからね、実は。いやあれはいいんですよ ね。あんなエロいシャツ着て立件持っちゃってね、本当に。完璧ですよあれ。完璧本当に、うん。ね。ただ本当にね、あれぐらいいい曲を歌えるっていうのがあんまりないわけじゃないですか。うん、どうしてもね。ポケットビスケットとかああいうのには僕は正直僕は全然評価してないんで、あれも曲はすごくいいと思いますけどね、私は大好き。やっぱ世代やったんで、うん、解雇中みたいなところあるかもしれないけど、いやなかなかね、本当に女の子がいい歌に恵まれる機会ってそんなにないんですよね。このショールームで休憩とかはないんですか。うん、全然トイレ行っていいですよ。あ、拾ってきますよ。行っていいですか。どうぞ。すいません。申し訳ないです。ちょっと行く。はい。申し訳ない。その間コメント拾ってきます。お願いします。矢口の地雷を踏んだのは鳥かごだけ、はい。地雷踏まなかったのは飲んでなかったからとか。これぐらい飲んだらまあトイレ行きますよね。そうです。2巻ですか、彼女は。ですかね、まだ出しときましょう。ひどい、こういうところが地雷なのでは。絶対初期コレクターズ好きだと思います。でも通ってないだろうな、うん、売れる前のビビアンスーっていつだ。本当写真集を出しただけのタイミングですよ。はい、戻りました。芸名の由来は、うん、妹のミクシーネーム以上。うん、そうですね。妹のミクシーネームが、うん、リリカルヒロパーでそれをパクったっていうだけ。うん、ね、あのさっきの、うん、ベースボールベア聞いたことないとか口ロードって何ですかとかでそこが地雷なんだよってみんなが突っ込んでますけど、うん、すいません、本当にすいません。あ、気が向いたら聞くんで許してほしい。気が向いたら。ベースボールベアはいいバンドですよ、うん、ちゃんとした音楽やってますよ。聞きます、うん、口ロードはね、だから私そういうところがダメです、
ダメなの？ダメかもしれない、うん、でも、うん、ビビアンスすごいいいんですよ。あ、そこは、まあ、そこに戻るんだ。ビビアンスはいいですよ。ビビアンス大好き、うん、渋谷系嫌いそうとか言うと思うんですよ。渋谷系が分かんない、滋賀県なんで。そもそも通ってないですよね、うん、分かんない。渋谷系とか、なんか東京っていうくくりだけでも忙しいのに、うん、その渋谷系とかさ、絞り込まれても分かんない。うん、どこにあるか分かんないしね、よくね、うん。ハッピーエンドは好きなんですよね。ハッピーエンドは好きです。うん、やっぱ何、現代の日本の音楽はそんなに届かないんですか？分かんない。届いてないですか、私には。うん、私は分かんないですよ。届いてる、届いてないの感覚が。うんうん、でもみんなビビアンスって言ってるのに、やっぱビビアンスなんですよ。タイミングのサックス吹いてたのが菊池成吉だよっていうね、すごいマニアな方が。おお、すごい。王さんが仕掛けるのが珍しい。そう、佐久間雅弘さんのバンドですよね。そう、知ってました。うん、ザ・ DEP っていう、はいはいはい、シングル出してね、買ってます買ってます。あのバンドの曲はそこまで私は好きではなかったんです、うんうん、わかる。悪くはないけどっていう、なんか分かんない、まあ、好みの話なんですけど、ゴー、うん、さんの部屋の中のもので何か気になるものありました？ないです。見てもないですもんね、そもそもね。見ましょうか。いいですよ、見ないでいいですよ別に。うん、大丈夫です、気にしないでください。ゴーさん、ゴジラは好きじゃないですか？普通に撮ってますよ。ゴジラが好きなんで、ゴジラの話を。ゴジラが好きなんで、うん、どんなゴジラが好きなんですか？平成ゴジラが好き。平成ゴジラ、ビオランテから、うん、あのデストロイヤーまでが好きです。はい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 、基本オタなんですよね。オタではないです。アニメ好きだえみたいなのはちょっと聞いてたけど、そうでもない。アニメ好きっていうほどでもないですけど、うん、好きなアニメは好きって感じで、うんうん、平成ゴジラが好き。ゴジラは好きっすね。顔がかっこいいんだよ。うん、顔がかっこいいんだ。はい。うん、え、かっこいいからですか？初代ゴジラはかっこいいなとかあるけど。初代はかっこよくない。耳がある感じがかわいいなとか。いや、かわいらしさは確かに。でも、いやもう私が感じるもうイケメンっていうのは本当に、うん、平成ゴジラがかっこいいなって。平成ゴジラの思い入れがあんまりないんだよね。ああ、私も平成で生まれて、平成ゴジラだったらガメラ、平成ガメラのが好きっていう。ああ、うん、ガメラわかんない。あね、うん、ガメラへの思い入れがわかんないんですよね、私。うん、見ましたけど、一応、うん、なんかカメやから。カメやカメラやからね。何その宿でカメラ食べるものみたいな発想があるの。ちゃうんやけども、なんかゴジラは私にとって、うん、かっこいいってなる。まあね。でもカメやからってなっちゃう。ね、そうそう、カメ。トカゲやからって感じしないもんね。そうなんですよね。ハリウッドゴジラはトカゲだったけど。あ、ハリウッドゴジラは全然そそられないですよ、私は。カヨザナイトで言葉を知りました。ゴーさん、ありがとうございます。ありがとう。こちらこそありがとうございます。白鳩は何回通り行ったっけ？ 3,4 回行ったんじゃないですかね。うん、洋楽どの辺聞いてたんですか？うん、一番はビートルズが大好き。うん、それ以外で。それ以外、うん、ジミヘンドリックスが大好き。うん、聞いた。ピンクフラードも大好き。うん、あと、うん、だってさっき言ったサンタナも好きやし、うん、まあね、まあ、だから本当に最近好きって言ったらさ、うん、みんなさ、全部聴いてると思うやん。うん、それでなんか、うん、なんか私はなんかそこら辺の音楽を聴いてるって言ったらあかんのかなって思うぐらい結構聴いても思うことがあって。特にその辺のジャンルっていうのは上には上がいる世界じゃないですか。そう、ものすごい大変な。なんか普通に1アルバム聴いただけでも好きって言わせてほしいというレベルで言うと、うん、結構そこら辺は結構何でも聴いてる。その辺のいわゆるクラシカルなロックはだいたいブートまで聴くのがマニアみたいな世界じゃないですか。うん、それはね超めんどくさくて、まあ、それはね、うん、もうしん、つらい、つらいね、しんどい。僕はビートルズとか本当に30過ぎるまで聴かないようにしてたんですよ。ああ、逆に？ビートルズはいいけどね。ビートルズのカバー集とかは死ぬほど買ってて、うん、曲はだいたい知ってるんだけど、うんうん、ビートルズだけは避けるっていう生き方をしてて。そうはね、なんか全部知ってるっ
って言われたら厳しいけど、うん、聞いてて音楽性的に好きやなっていうのは、うん、アメリカとかウィーザーとか入ってるんじゃないですか。ウィーザーも入ってる、うん、ポルター・ベッカーはあれやね。ギンナンボイスとか入ってるんじゃないですか。ちゃんとギンナンも好きよ、うん、私めっちゃ好きやったよギンナン、うん、CCR、クリトリクリス、うん、クルリー、クルリクロスビー・ストリス、ナッシュ&ヤング、うん、ストーン・ローゼス、スミス、ザ・バンド、うん、結構なんでもサンタナ・ジェスロ・タルって並びが渋いねサンタナ・ジェスロ・タル・芝の層っていうのがどんな並びだっていいな、羨ましいしそして地味編が来るんだ、ジェスロ・タルと地味編に挟まれてるね、芝の層で、ジャクソン・ファイト、ジャニス・ジャプリン、ジョン・レノンやからね、その後、うん、いいね、こんな感じかな、私は、うん、コトパワのミクシーアカは消滅しているようです。はい、うわ怖いな、うん、うん、私はもうミクシーは、うん、南波さんにコトエって言われて切れるコトパオさん、え、言われてたっけ。シティポップは誰が好きなの。シティポップが名前何わかんなそうですね。でも何段のアーバンの音楽性になるんですか。だって、いわゆるクラシカルのロックと全然違うんですか、アーの音楽性って。まあ確かにそれはそう、もっとシティポップに近いいわゆるジャンルで言うと、あー、うん、なんだろう、でもそれはその時にできたものを出してるからな、うん、なんだろう、アイドルで言うとエスペシアとかいうのが近いような感じの音じゃないですか。で多分ね、エスペシアとは全く違う、うん、なんかね、なんか違うんですよ、うん、わかんないけど、まあ確かにエスペシア好きで私らのこと好きになってくれた人ももちろんいっぱいいるけども、うん、私が音楽聴いてる限りエスペシアの音楽と私らの音楽は全然類似性がないんですよ、うんうん、多分アイドルの枠の中ではなんとなく近いみたいになってるけど、そもそもなるんですかね。私はそれも結構理解できてないんですよね、うん、そうなんだ、うん、いわゆるアーバンって枠でくくるとってことだね。アーバンなんですかね、うん、なんか自分でもアーバンって言われるし、うん、アーバンって言ってるけども結局なんかアーバンよりももっとなんか、うん、なんすかサンタナ感とか出してるつもりない。サンタナ感は出してるつもりないけどもだサンタナ感出せたらいいのになぁと思う、うん、チェキにゴジラの絵描いててうまかった。あ、お、え、嬉しい、見てくれてる人がいるんですね。そう、シンゴジラどうでした。シンゴジラどうでした。もう顔に関して言うとどう考えても平成ゴジラの方がかっこいいけども、うん、でもあれはなんか政治的なメッセージがあってすごく良かったんじゃないですかね、うん、面白かったですよね、うん、なんかヒューマンドラマ性が強いですね、うん、結構あのどれもゴジラはヒューマンドラマ性強いですけど、特にあれは政治の色が出てたのかなと。中高時代スクールカーストどんな感じだったんですか。スクールカースト、クラスでのポジション、うん、ガリ弁ですよ。ガリ弁、ガリ弁ですよ。もう中高、特に高校とかは、まあ、みんなガリ弁の女子校やったんで、うん、進学校やったんで、うん、あれですけど、まあガリ弁ですよね、私は完全に。同志社に入るには当然そっちのぐらいじゃないとっていう。まあそうですね、うん、めっちゃ勉強してますね、高校の時。全然そんな遊んでない感じだったんですか。全く遊んでないですね。もうほんまにタッキーの翼のライブに行くのを人生のほんまに唯一の生きがいにして勉強したみたいな、うん、勝手に自分のなんかルールみたいなのつ決めて、なんか私がこんだけの点数を取ったら、うん、タッキーの翼のコンサートに行っていいみたいな、なんか別に親に言われてるわけでもなく、うん、自分の中でそういうカルマを設けて、うん、行ってたみたいな、うん、なんかそういう感じで結果を出してなんとか行けるようになってはいた。そう、どうしてもなくて立命館なんですけど。立命館か。そうで大学行ってから多少遊べるようになった。そうですね、うん、多少大学でも全然友達いなかったし全然。そうなんだ、うん、全然ない。軽音かなんかに入ってたんですか。軽音楽部には一応入ってましたけど、うん、全然友達いなかったんで最終的にバンドじゃなくてソロで打ち込みで、うん、なんか
出てましたね、なんかそういう経営の発表みたいな。何か人間的に問題があったんですか？多分そうだと思うんですけど自分では全然理解できないそうかも。何かやらかしたんですか？きっと。いや、やらかしてるわけでもないと思うけども、なんか新刊の打ち上げかなんかでやらかしたとか。いや、そんなんないけど、なんか、うん、なんか溶け込めなかったっすね。おかみ感のない飲みっぷり。いや、おかみは結構みんな飲めますよ、絶対。スティーリダン、スティーリダンいいよ、うん。ギターが好きなんだね。ギター好き。音楽趣味古くない？新しいよ。キスエイクに曲を書いてほしい。いつでも書くよ。ピンクロイド好きなんだったらね。好きですね。そんな感じの曲をとかはできるんですか？あ、頑張ります、うん。そういうなんか、病句っぽいのとかはちょっと書いたりしたんですけど、病句大好きで、ピンクフロイド好きやけども、うん、なんか好きなのと自分ができるのってまた違うというか、うん、あんまやったことないけども、うん、でもね、里崎社長がプログラム何も知らないのに曲作ってたもんね。あ、でもそれでもできるんなら全然、うん、吉田剛さんがなんとなく転調すればプログレになるって言ってたんで、そうしましたって雑っていうでもアルバム1枚聴いてそのアドバイスだけで作って、それなりのそれっぽい曲になってたから、やっぱあの人も何らかの才能ある人ですよ。いや、もちろんもちろんそうですよ、うん、今一番楽曲を提供した人は誰ですか？ね、大阪のね、ファビュラスっていうアイドルグループなんですけど全然知らない。いや、わかんないですけど、もともと KRD8っていう、あ、はいはいはい、すいません、あの、うん、こっちよりこっちのみたいでこっち飛んで、はいはい、いいですか、うん、あの KRD8 っていうアイドルグループにいた子が、うん、独立して、うん、あの KRD8 の子と、うん、大阪商玩具っていう、はいはい、いたいた、大阪商玩具が曲良かったね、の子が一人ずつ独立して二人組になったんですよ、うん、もうセルフプロデュースでやってるんですけど、うん、それをもうオリジナル作る一作目から私に頼んでくれて、今のところ次書く曲で3曲目、うん、オリジナルの曲は全部私が担当してるみたいになってるんですけど、それはあーみたいな感じの曲、いや、もうその頃の意向に一応沿ってますね、うん、こういう曲がいいっていう雰囲気だけちょっと教えてもらって、これでどうみたいな、アイドルポップっぽい感じ。1曲目は結構ロックっぽい感じで、2曲目は結構もうね、アイドルっていうか、うん、ポップスっていう感じで、次の曲は、それの間を取ったような、うん、ちょっとアイドルの中でもかっこいいみたいな感じをやろうかなと思って。矢口真理みたいに詳しくなくても好きって言えばいいんじゃない？何を？全部聞いてないと好きって言いづらいみたいな。いや、でもね、うん、だから叩かれてるじゃないですか。まあそうなんですけどねそうなんですけどね、うん、いや、好きなもんは好きですよ、うん、もちろん、うん、僕だからハッピーエンド好きとかも言いづらかったもん。だってハッピーエンドって私だって1から100、1000まで聞いてるわけじゃないですよ、うん、でも好きですよ、うん、ハッピーエンド好きっていうのはすごいハードルが高くて、うん、大滝詠一が好きも言いづらくて、うんうん、やっぱその辺はマニアがいすぎてなかなか言えない。なんなんですかね、あのなんか、うん、これ知ってへんのかみたいな感じで叩かれる感じ、うん、当然影響は受けてるけれども言いづらいんだよな。ちょっとずつそうやって好きになっていくのになって思いますけどね、うん、まあね、本当にね、ラグビーでにわか歓迎みたいな空気出たけど、うん、基本本当にね、無邪気に聞いてもらうのが一番いいわけで。そうです、そうです。アイドルとかもよくあるんですよね、その心残叩きみたいな、うん、一番良くないじゃないですか。良くないですよ、本当に。どんどん入れていかないとっていう。ビートルズのどのアルバムが好きなんだろう、うん、迷うなどうしようね、うん、どうしよう、結局は、僕はホワイトアルバムか、うん、アビーロードになるんかなと思うけど、うん、なんかジョンとポールの才能が一番、うん、こう拮抗して、うん、いい感じになってたのが、うん、リボルバーとか、うん、あそこら辺なんかなと。ソロはジョンとポールどっちが好きですか？ソロなぁ、ジョンは結構なんかちょっと宗教っぽくなっていっちゃったから、ね、うん、ポールの方がポップっぽいけど、ね、ポールの方が
なんか流行の音を使ってて、うん、今聞くとちょっと古臭いかなと思う。だから聞きやすい、音楽的に言うとなんか、うん、そのジョンの方が私は聞きやすいかなと思うけど、僕はポール派なんですよね。うん、ポールの方がなんかギターポップとか好きだとやっぱあっちの方が刺さる。使ってる音が結構その時の流行のなんか、うん、何LP の音みたいなのを使ってて、うん、ウィングスとか、うん、もうちょっと古臭くないですか、うん、好きなんですけどね、意外とね。男性アイドルなら野口五郎がサンタナ感あるかも。野口五郎、うん、確かに野口五郎うちのお母さんの学校と同級生なんですよ、うん、知らないようちのお母さんとクラスメイトやったんですよ、うん、あでも野口五郎はギターめっちゃうまいらしいですね。そう、むちゃくちゃうまい。ずっとお父さんが言ってます、うん、そう、一部で再評価されてアルバムもかなり再発されてるけど、ね、野口五郎のバックバンドでギター弾いた人と、うん、うちのお父さんめっちゃ仲良くて、で、阿戸川出身で、その人、うん、今はもうギタリストとかも引退してギタリストで食っていけなくなったんで、うん、もう隠居してますけど、うん、エゴサーチはしますか？ SNS に悪口書かれたの見たらどう思いますか？いや、エゴサーチはします、うん、悪口っていうのがね、うん、まあどういうものかっていうのもよるけども、うん、もちろんショック受けるというぐらいしか言えないな、うん、どう思うか、うん、そりゃショックですよ、うん、まあでもきっとね、何かしらまとえてるところはあるやろからね。この前やなことソットミュートの人とイベントでトークコーナーで話してたら、やなみおの人とかがクールでスタイリッシュな感じのキャラクター、あの写真とかそんな感じなのに、全員ガチガチの陰キャで、トークもものすごいこうおどおどした感じで、陰キャだからエゴサの話とかになって、どうなんですか、そのエゴサしますみたいな感じで、あのなんか柳生一人だけブスがいるって私のこと書かれてて、威嚇ファボしましたって、全然そっとミュートしてねえじゃねえかってよくできたネタだった、うん、曲の趣味だけ聞いてるとグリムスパンキーとかみたいな感じの曲やってても好きじゃないのに。そうですね、グリムスパンキーが分かんないです。分かんないんだ、本当にこの辺全然通ってないんだね。日本人ですか、外人ですか？日本人です。分かんないですね。あの渋い感じのロックみたいなことをやっている最近の日本の方です。あ、分かんないですね。大丈夫です、すいません、申し訳ございません全然大丈夫ですよ精神強そうに見えますが病んだりしますか？うん、病みますよ、うん、病むからあんまり悪口とかは言わないでください病みツイートとかあんましないじゃないですか。でもしないですね。何なんですか？いや、昔の方がしてましたね、うん、今はもうしなくなりましたね。それはもう多分選手が強くなったと思います。大人になって、大人になりましたね大好きか興味ないかな感じなんですかねっていうねあ、まあでもそうかも、うん、はっきりしてますよね、うん、本当にわからないものは一切わからないっていう、うん、やし、なんか割とその音楽趣味もお父さんの影響がすごすぎて、うん、お父さんがそもそも偏ってるので、ね、例えば私がゆらゆら帝国にハマった時に、うん、坂本慎太郎が、うん、好きな音楽、うん、ね、あの影響を受けた音楽を調べて、うん、次私大学の最寄りのレンタルショップで借りてこようと思ってメモをしてたら、うん、もうその次の日の朝にはその CD がツンとそのメモの隣に置かれたんです。要はお父さんの棚から抜ける。そう、うん、もうお父さんがすでに持ってるし、うん、CD がいっぱいあって、うん、置いてくれたんです、うん、ってなると逆に、うん、わざわざ借りに行かなくなる。なるほどね。あるうちから聞いていくみたいな。お父さんのコレクションで勉強すれば全然いいやってなって、よりどんどん開口趣味になり、そうなんかもしれない。現代との接点がなくなっていくよ。でも坂本慎太郎は深かったんだ。私はね、うん、ゆらゆら帝国というものが大好きになりまして、うんうんうん、大好きですよ、僕も。かっこいいですね。うん、私、タッキー&翼の次にライブいっぱい見に行ったアーティストが、ゆら帝なんだ。ゆら帝国。竹つばの次だったんだ。そうなんですよ。ゆらて僕かなり初期に見てますよ。あ、初期、うん、私はねもう知ったのが大学の後半で、うん、解散する前とかやったんですよ。だから、うん、解散前の 1年前、下北沢屋根裏で友達のバンドと対バンした時に見たやつ、ね、すごい、
もう、そんな時とか、坂本慎太郎がこんなパンツが入ってた時ですよね、もう。まだ、もう入手困難なデビューアルバムとか出したぐらいの頃。すごい。に見てます。いやもう、私はそんなんじゃなくて、もう晩年に知ったんで、私が知って1年後とかに解散しちゃったんで。2回ぐらい飲んだことあって、すごい。もう何度もネタにしてるけど、ちょうど Perfume が売れ出した頃、2007年かに打ち上げで飲んだら、Perfume、がすごい気になってるんだけど、CD を買うのは恥ずかしいから、タワレコに行くたびに視聴してるって言ってて、そっちの方が恥ずかしいですよって。かわいい。買えばいいですよっていう。かわいい。かわいい。ボアダマスとか興味ありますか？絶対ないですよね。わかんないです、ね、わかんない、全然大丈夫です。日本人ですか、外人ですか？日本人です。ノイズとかに近い感じのね。はい。ハッピーエンド好きって言えない感じ、わかるよね。めっちゃいいのね。ムーンライダースは聞いてるけど、日本人を聞くのは難しいですね。ムーンライダースって日本人なんですか？日本人ですよ。いや、それも知らないんですけど、ね、それも、はい、日本人か外人かっていうところから始まるんですけど。ムーンライダースっていうのは、ハッピーエンドの系譜にあるような、うん、なんだろうな、作家集団みたいなバンドで、アイドルとかに楽曲提供をすごいやっている。全然そこまで惚れてないんで、だから私が、だから言ったら、ハッピーエンド、やった時代のハッピーエンド好きなんですけど、好きって言ったら、ここまで出てきちゃうってことは、言ったら、やばいなっていうのが今やばくはないでしょ、だからなんだろう、これぐらいいろんなものが抜け落ちてるんだけど、なぜかサンタの中で聴いてる人っていうのがそういないから、抜け落ちてるんですかね。なんか私は結構ちゃんとピンポイントで聴いてるってイメージがあるんやけども、ピンポイントは聴いてる、聴いてるけども、なんだろう、思いのほかその辺聴いてる人だったらこれわかるよねってのがぐっすり抜け落ちてるから、わかんない、その特殊な音楽体験をしてるんですよ。逆に私はわかんないですよ、そのこれを聴いたらこれを聴いてるみたいな、なんか、わかんないな、もうなんかね、音楽を聴く聴かないはもう人それぞれなんで、文句言っちゃダメです、皆さん、本当にそう、文句言ってね、文句言ってね。意外とだから、この辺好きだったらこれ着てるだろうなみたいなものがごっそり抜けてるから、抜けてはいます。なんかその確認をしたくてしょうがないんですけど、ね、何でも確認してそうそうそう、全然いっぱい抜けてるよ、いっぱい確認してね。ヘルタースケルター、なんかね、でも知識だけでマウント取るのはね、ダサいんで、なんか僕もともとミニコミ、パンクのミニコミやってたんですよ、高校生の時に。でインタビューに行ったら、当然バンドの人と音楽の話して、知らないバンドの話とか出てくるじゃないですか、それが悔しくて、なんだろう、語学で話せるぐらいに音楽の知識がないとインタビューとかしちゃいけないんだと思って、すごい必死に勉強して、そしたらバンドの人が音楽知らなすぎることにすごいイラつきを感じるんだ。やばい、勉強しすぎだっていう。いや、でもそういうもんですよ、いや、すごい人ほど抜け落ちがすごかったです、します、本当に。ただそのね、A ちゃんが全く聞かないとか、そういうのあるじゃないですか、全然いいんですよね、聞かないことによる正解もあるし、ものすごい聞くことによって面白い音楽作ってる人もいるし、それぞれなんですよ、どうだっていいんです本当に。そうだからね、本当にみんなが何好きとか嫌いとかはもうそれぞれでいいんです、本当に。だから知識の抜け落ちとかも全然抜け落ちてていいと思う、自分の好きなものだけ聞いてたらいいと思う、野口五郎はライブ後に即音源配布の先駆者、そうなんですよね、なんかしてましたね、すごい、あれは、スピッツは好きですか？好きです。いや、いいですよね。曲いっぱいあるなって思ってます。そのなんかスピッツ好きっていうのもそこまでなんかどこまで言っていいのかっていうのがもう分かんなくなっちゃいますよね。なんか感覚がわぐっていますね。またこういうのが出るたびに僕はすぐにマウント取りに行きますからね。スピッツは？スピッツ。僕デビューソノシートから買ってますよ。すごいな。当時ライブハウスでビートパンク、バンドブームの時にあの辺の対バンでよく出てたんで、結構見てますね当時。トトとかは好き？
わかんないんだ。トイレですか。え？トイレ。違うよ。とうとうだそれ。じゃなかったらわかんない。マジでトイレ以外わかんないって。ごめんなさい。本当にすごいよね。わかんない。マジで日本人ですか。違うよ。あのこれを聞いてんだったらこれ聞いてるだろうなっていうのが本当に。え、わかんないんですよ。あの特集。マジか。うん。わかんないです本当に。すいません。聞きます。全然大丈夫大丈夫。お父さんにも言っときますね、うん、私とお父さんは多分一緒なんで、こんな娘いたらお父さん幸せだろうなって、うん、まあね、こんだけ娘がちゃんと影響を受けてくれると楽しいと思うんですよ、確かに。めっちゃ、うん、だってマジマジ影響を受けてるんで、うん、本当に。カノエミリさんがどうせ父親の影響と言われて怒ってたって。そうそうそう、あ、カノエミリさんもすごいってなると思うんですけど、え、うん、それは父親の影響って言われて怒ってたんですか。要はニューウェーブをあの年で自分でやるっていうのが、みんな誰の影響って必ず聞くんですよ、インタビューで、うんうんうん、でお父さんの影響か彼氏の影響かどっちかだろう、うんうん、でも彼氏とは聞きづらいからなんとなく、うんうん、それも聞きたそうにしながら、でも自力でたどり着いた人なんで、うんうんうん、ただお父さんもバンドやってるんですよね、あそこもね。まあでも私はもうね、同在ルクセンブルグの確かサポートだったのかな、うんうん、別に怒る必要ないし、多分怒ってもないとも分からんけど、その状況を知らんけど、うん、こんなこと言われて怒る人おらんと思うから。うん、うん、加納さん意外と短気なんですよ。あ、そうなんですか。そう、もうね、育った環境がね、うん、嘘つけないからね。まあね、うん、まあ、私はどうせ、うん、お父さんの影響なんですよ、うん、でも それは良かったなって思ってます。坂本慎太郎さん、天天下に曲書いてとかに頼んでみたら良いのでは。いや、違うんですよ、うん、私は坂本慎太郎さんに曲を書いてほしいんじゃない、うん、むしろ私の方が書きたいと思ってる。坂本慎太郎に。おう。そうですよ。そうでしょ、うん、音楽家としてそうでしょ。コラボとかね、自分の曲をあれにしてもらうとか、一緒に作りたいと思ってます、うん、ね、ってことですよね、うんうん、でもそんなにね、うん、なんかね、なるな、うん、好きやけど、うん、杉本とかも私すごく仲良くて、うん、杉本はすごい坂本慎太郎さんと仲いいみたいだけど、うん、ですね、でもね、アドバイスもらってましたもんね、イヤホンの時。でもね、なんかね、うん、ちゃうんですよね、なんかそこをね、うん、利用とかしてね、うん、仲良くないだとか、そんなんじゃない、うん、普通にただ飲みに行きたい。飲みに、飲みたい、酒を飲みたい。東京いればね、飲みに行くチャンスとか結構あると思うんですよ。ね、曲とかどうでもいい、もうね、ただ飲みたい。面白い人だから、面白い、面白い人が好きだから、坂本慎太郎とも飲みに行きたいし、うん、だから意外といろんな飲み会とかに顔出すタイプで、意外、うん、そう、だから僕も何度か飲んだんですよ。すごい、うん、私ね、大好きなんですよね、うん、でもね、一つみんなが勘違いしてほしくないのは、私は坂本慎太郎大好き、飲みに行きたいけど、うん、私は吉田剛も大好きやし、なるほど、杉本大好き、うん、もうみんな大好きなんですよ、うん、面白い話ができそうな、そう、人は全員飲みたい、そう。以上っていう、あ、ね、もう本当に、うん、人間みんな友達みたいな。雑な括りを。、うん、お父さんがきっとムーンライダースも持ってるよきっととかね、聞いてみます。パワちゃん、そんな抜け落ち感が面白いよねっていう、ね、分からへん、その抜け落ちてるって自分で思ってない、うん、自覚あるわけないもんね、ない、分からへんマジで、うん、だって知らんこと、そのムーンライダーズが抜け落ちてて知らんことは抜け落ちてないからね、うん、自分の中で、うん、なぜだろうね、そう、自分の知識が全部詰まってますからね、そうそう、自分も分かんない、外から見ると、うん、そこが面白いっていう、そう、なんか、うん、まあでもそれ面白がってくれてありがとうございます、うん、そう、だってね、それこそ一時期ネットとかでね、名盤紹介みたいなやつじゃないですか、洋楽の60年代、うんうん、70年代の、でもね、あれね、うん、バーって言うの、なんかそう、うん、最初は洋楽くくりにするつもりなくてバーって書いてて、そこから削ってって、うん、そしたらなんか、あ、うち雑やから、うん、洋楽じゃないのも何個か残っちゃって、うん、1個だけ残っちゃって、うん、なんかそれでなんかちょっと言われちゃった、うん、言われたんだ、そうそう、これ洋楽じゃないぞみたいな、それそもそも分かってなかったの、分かってたけど、なんか、うん、もう抜くのを忘れて、ね、バーって乗せたいのをバーって書いてて、うん、方角は何入れてたんですか。方角はあのフライドエッグです。おー、渋。渋。あれを抜くのを忘れちゃってて、フライドエッグ、あれを忘れてて、うん、
そうなんですね、うん、あれ言わぶちゃうやんけって言われたけど、あそっか、ね、ありましたね、それぐらいですね。そっか、その辺をちゃんと撮ってるアイドルはいないですよ。そうなんかな。いないですよ、貴重。確かにゴーさんがマウント取りに行ってる気がする。うん、取ってください。ヴィ、うん、ビアンの話をしたい。まだ？私はヴィビアンが大好き。うん、ノーナ・リーブスはご存知ですか？はい、大丈夫です。OK ですよ。知らなくていい。日本人ですか？日本人です。すいません。うん、全然大丈夫ですよ。ね、ほら、とと知らないと。でもトイレ。ん、トイレはいっぱい使ってるんやけども、うん、全然違いますよ、定番のボケじゃなくて本当に知らなかったっていう。マジでみんななんか、うん、お前とうとうって言ってる、めっちゃ、うん、ナイツかと思った。いやマジでわかんない、すいません。本当に全然大丈夫、あ、謝る必要ない、頑張って、あの海外でもちょっと住むようにした方がいいですね。本当にプロミュージシャンでもそこまで幅広く聞く人は少ない、うん、ほら、加納さんは短期で口悪いんで、そうですね。カノリンは可愛いよ、うん、ファザコンで母親と隠すがある少女漫画みたいなキャラ。え、よかったらマジで関西アイドルいっぱいもっと GO の兵呼んでください、うん。ね、まあ、売り込みシリーズがね、今続いてますからね、うん、自分でね出たい人が、うん、無事に1万超えました。え、嬉しい、うん、ありがとうございます、うん、酔っ払い特有の話題ループ。そう、やっぱ発想があるじゃなくてバンドっていうね、そう思いますよ。そうなんかな、うん、私はね、分からん、うん、もうそんな言われても高円寺に住めばいいよ。そうなんですよね、高円寺とか阿佐ヶ谷のあたりだとだいたいよく飲んでますよ、坂本さんが。あ、そうなんや。前阿佐ヶ谷で漫画家イベントやった時に打ち上げしてたら、うんうん、坂本さんとかも今なんか飲んでるから合流しましょうって話になって、うんうん、それで一緒に飲んだりとかありましたよ。明日高円寺でイベントあるんですよ、うんうん、なんか打ち上げをうまいことやれば巡り合える可能性もないわけではない、まあ、別に巡り合えなくてもいいけどな。なの、ね、すごく話してみたいけど、うん、なんかそんな、うん、なんかつながりたいとかさ、うん、なんかそんなんじゃないの、そういうんじゃないっていうね、うん、なんかヒューマンとして、うん、ヒューマンとして興味があるみたいな。ちょっと これのフォローしておきましょうよ。俺トーク力ないからコトパを物販へ行く勇気なくなってきた、コトパを押しやめますとか言ってます。なんで、うん、え、待ってほしいんやけど、なんか来たことあるか、そもそもいや、そもそも推しなのかどういうことか分からんけど、うん、いや、別に一回来てみ、もう一回来て、もう一回来て、押すか押さんか決めよう、うんうん、ね、もうね、リーズナブルだしね。そう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 、うん、それでいいじゃないですか、うん、もう私は去るものを追わないので。4人林はとか、角田博とかね、角田博さん、うん、一回会ったことありますよ。そうなんですか、角田博さん、え、あの時一緒だったっけ、ロフトの、そうだ、ロフト9の時にチャカナが来て、チャカナっていうのは今なんだっけな、キャンディーズ的なすごくいい昭和のアイドルみたいな曲やってるグループがいて、うんうん、いいなと思ったらクレジット見たら角田博で曲が、でゲストに呼んだら園田さんも普通に来て、うん、っていうね。そうそうそう、そうだ、それが、うん、マジで吉田豪さんにちゃんと面識ちゃんとする日やったんですよ、うん、そうそうそう、でそのそうだ、それが園田博さんとの共演、初めての対面っていうのがその前日に36本、うん、そうですね、に出て、あ、よろしくお願いしますって言ったのが初めて、あの時が一緒だったんだ。そうそうそう、うん、南波さんと吉田豪のこのアイドルが見たい、うんうん、あの時に、あの角田博のレジェンド感がちゃんと分かってくれたアイドルっていうのは多分言葉遅いんだけど、そうなん、え、いやもうどう考えても角田博やんか。そうそうそう、見たら誰が見てもね。で、うちシーウォンチュさんとちょっとその時に、うん、あの仲良くなって、うん、あれ角田博やってって、うん、え、知らへんみたいな感じだったけど、うん、
それが普通。マジであの角田広感、うん、ねえこの何、ね、オーラ、ね、日本人らしくないね、体より覆うオーラ、うん、すごく、うん、かなり黒人に近い感じのねそう、あれすごく嬉しかった、私は嬉しかったっすよ、うん、だって角田広さん名刺交換できる、うん、私あの日しじみの日暮れにお角田広さんに渡りましたからね、うん、そうなんだ宝船温泉の特製しじみの日暮れにお角田広さんに、うん、渡しましたから、チャカラも野菜持ってきてね、うんっていう、そうか、そういう日だったんだな、うん、そうそう、あれめっちゃすごい日でしたよ、うん、そうか、角田広のあれありがた目に分かってくれるだけ嬉しいですよ、いや、すごいですよ、ちょうどあの前に武道館アイドルフェスっていうのがあって、うん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 、武道館でアイドルが物販するだけの、あ、それも呼ばれたことあるんですけど、私は実際に出たことはないんですよね、あれに僕がトークで出てて、うんうん、で、チャカナも出てたんで、うんうん、そしたらチャカナが出るっていうんで、うんうん、角田広さんも来てて、うんうん、最初にまずビビったんですよね、トークコーナーにあのオタが100人ぐらいいる中に明らかに角田広がいてなんで角田さんがいるんすかっつって武道館で角田広を見るのはリングス以来ですよって言ったのを覚えてますよあれはあれですよね、うん、あのチュートリアルの福井さん、福田さん、福田さんとかもやってるやつですね、うん、そう、問題起こしてない方の人が司会でっていうね、そう、私もね、出たかったんですけどね、うん、もう、うちの宿の繁忙期すぎて、あ、なるほど、無理だったんですよね、うん、ドーリーさんとめちゃくちゃ話し合いそうですね、ドーリーさんわかります、うん、わかんない誰ですか、スカンチの人、スカンチがわかんない、ね、わかんないから紹介してください、すみません、はい、ゴールデンカップスは好きですか、あ、紹介してください、すみません抜けてるね、モップスが、あんまり GS は聞いてないんですかね、グループサウンズ、うん、グループサウンズは、ほんまにあの、うん、え、歴史上一番ビビアンが書かれたもの、首飾り、はい、グループサウンズといえばそれぐらいです、全然大丈夫ですよ、あの追い込んでないんで、すいません、うん、ビビアン大好きですよ、うんうん、ビビアンはいいですよ、はい、本当にビビアンスはいいんですよ、はい、そうだって私が大学行ったきっかけも絶対ビビアンスが好きで、うん、そうなんだ、そう、私立命館大学の文学部、中国文学の専攻なんですけど、うん、あのビビアンが好きで中国語をやりたいって思い出して、ビビアンきっかけで、そうなんですよ、でちゃんと仕事で会いたいな、私も会いたい、うん、で私今度立命の、うん、あのなんか大学の、うん、ホームページって卒業生からのメッセージみたいなのあるじゃないですか、うん、はいはい、私出るんですよ、うん、卒業生代表で、あのアイドルとして順調に名前を挙げそうっていう、そう成功した卒業生として、そうなるほどね、いやでもそれもビビアンのおかげで入って、そうなんだ、あ、そうか、そう、うん、中国をきっかけで入って、うんうん、そうなったから、うん、まあ、ビビアンはうん、すごい、うん、本当にビビアンと、うん、もう本当に仕事できたら、うん、今でもね本国でなんか成功してんですよね、確かね、そう、めっちゃモデルもしてるし、うん、ドラマも出てるし映画も出てる、めっちゃ、うん、ちゃんと美人なまま、ね、そう、めっちゃ美人、ね、子供も産んでね、私ももう、あの結婚した時悲しかったよ、なんでガチ恋なの、うん、多分ビビアンが本家の嫁のドラマで出た時も結構悲しかったけど、うん、言葉を物販に行ったことあるし旅館も行ったことあるよ、ありがとう、うん、いつでも来て、角田さん普通に客席でアイドル見てた、恥じらいレスキューとかをっていう、ね、四人林、もう王さんもさ、うん、今度来年、はい、宝船温泉アイドルフェスティバルしたいと思ってるし、強制的に泊まることになるやろうけど、その前に1回ぐらいなんかオファーされてんですよね、確かね、うん、そうそう、出てください、私がそう出て、まだちょっと言ってきましょう、まあ日程は決まってないけど、5分前だからもう告知の時間に入ろうとするんですけど、あ、ほほほ、あのフェスをやろうとしてるんですよね、そうなんです、そうなんです、うん、これを言っとかないと、そう、その宝船温泉を使ったアイドルフェスをやろうとしている、うん、その
宿をフル活用としていろんな部屋とか風呂とかでライブをやる、そう野外とかそういろいろ使って、そうどれぐらい人が呼べるのかともよくわかんないけど、やることは決めた。わかんないわかんないわかんない、うん、けどとりあえず、うん、とりあえずやってみたいと思って、うん、やることだけは決まった。決まった。日程はまだ決まってないけど。決まってない。で明日、うん、そのキックオフイベントもあるから、うん、明日いろいろ決めます。明日一緒にイベントに出る人っていうのはその里崎さんと姫野友さん、うん、この2人は出ることは決定ではないが、決定もしてないんだ。明日誘おうと思って。そんな感じなんだはい、超雑そうなんです。出てね、決定だから出るんじゃないんだね。そう、出てねっていう感じ、うん、なるほどね。で僕ももしかしたらなんかどっかにトークブースがあって僕もなんかやったりするんじゃないかみたいな。出てねって感じ。でもそれもまだ何も決まってないでも出てほしいと思う。なんか、うん、ゴーさんが出てくれるとぽい感じが出るかなとは思ってます。うん、ので、はい、出てほしい、うん、から、うん、出るように全処してください。わかりました。前向きにスケジュールが何かとぶつからない限りは。いや、うん、私が先に言っとけば、うん、まあ早めにね日程出してくれるよね。早く出そう、早く出そう、うん、はい、そうというイベントが進んでるのと、あと告知すべきやつは何ですかね。そうですね、明日にあの高円寺パンディットで里崎りささんと、うん、あと姫野たまちゃんとのトークイベントがあります。それがそのさっき言ってた宝船温泉アイドルフェスティバルのキックオフイベントです、うん、でその次の日、11月21日は、うん、柴野そうちゃんと私のアコースティックライブがあります、うん、それは東新宿ラブ TKO であります、うんうん、で11月22日には、うん、リリーユーとダブルアンドちゃん私の、うん、スリーマンみたいなイベントが、うん、デュース新宿でありますので、うん、どれもバックワロなので来てください、うん、よろしくお願いします。今回の上京してのイベントですね。そうですね、はい。 CD とかの告知は大丈夫ですか？写真集とか、はい、大丈夫です。大丈夫なの？あ、物販が今回の東京エスレは全部1000円なんで、もう T シャツももう CD もチェキも全部1000円なので、うん、よかったら来てください、ね、チェキが500円のが上がってる分他の物販が安くなるというシステム。そうです、そうです。なんで稼ぐ気ないんですか、はい、いやいやいやでも在庫抱えるのがしんどくて、やっぱりね持って帰るのがめんどくさいし、持って帰るのがめんどくさいというかもうね、うん、やっぱりある程度期間が経った、うん、そのアパレルっていうのは売れないので、うん、なるほど。もうかなり赤字やけども、もう今だってでもなんね、買ってくれた方がいいっていう、なんとなくサイン入れるからみたいな感じでサイン色紙として買う人っているじゃないですか、いう現場でも。でもないですかね。ないですね。ないんだ。ないですね、うん、そこまでの階段登ってないですねへえ、はい、物販行ったことあります。ありがとう、うん、明日から22日までいるので東京、うん、来てね、はい、いつでも、うん、あの湖の前でフェス？そうですよ。レナさん呼んであげて。いやー矢口さん来てほしいよマジで。まあね、でもあのクラスの大物は呼びづらいですよね。いくらぐらいかかんねやろ。全然わかんない。わかんないですよね。だってここにも呼びづらいですもん。あーやっぱそうやな、うん。息子ちゃんいるやん。うん、今ね。妹もね、息子ちゃんいてね。うん、すごい話し合うと思うからアピールしてないんですよ。家族旅行として来てくれれば普通に宿は用意しますねみたいな全然サービスするよ、ね、旦那さんとね、お子さんと、うんうん、来てよと思うそういう手は使えるはずですけどねそのフェスでお母さんは見れますか？あ、新メンバーの、うん、やっちゃいないんですか？新メンバーはでもじゃあ私のお母さん、うん、全然見れますよ、うん、旅館所有のキャンプ場でフェスするんやな。そうです、キャンプ場もやし、うん、旅館も使ってやります、うん、だからあの男湯、露天の男湯とかを男限定ステージとかにして、うん、男湯をそのスギムとかにライブしてもらって、うん、男湯限定ステージみたいにしたいなと思ってる。女湯は女限定ステージ、そう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 、うん、はい、という企画が進んでるということですね、はいはいはい、そうですね。そうだったらね、物販とかも通販ありますよね。はい、はい、いっぱいあるんで、うん、だったらそういうのをぜひ、はい、という感じですね。はい、そんなわけで G
次回は11月26日火曜日20時からで、ゲストは米子さん、ね、元ベルリン少女ハートで、うん、その後がミグマシェルターかな、で現在ソロでいろいろやっていて、うちも米子ちゃんとめっちゃ喋ってみたい。ほぼ接点ないんですか？この間、うん、あの大阪のイベントでちょっとだけ喋ったけど、うん、でもほとんどないから。面白い人ですよ。おもろやろなと思いますよ。ものすごいポンコツな、理想的なポンコツですね。いやもうほんまにめっちゃ面白いやろなと思う。うん、それこそ火曜ザナイトに送り込んで、うんうんうん、ちゃんと爪痕を残せた人、うんうんうん、本人はものすごいへこんでたけど、うん、っていうね。ね、マンボウと、うん、そう、マンボウレジェンドという狂犬みたいな二人と誰か組み合わせられる人いるかなと思ったら米子さん選んだのが正解で、うんうんうん、ポンコツかつちゃんとアイドル的な可愛さも出るっていう、うんうんうん、いやいいよなということなので、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。